はい。はじめまして。はじめましてちゃうわ。4月の今 12日は、こ日んばん分は。の、こんばんは、放送20代でございます。いろいろな、思いがぐちゃぐちゃしちゃって、はじめましてって言っちゃいました。今日のゲストはですね、建築ミルゾーさんっていう方で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、僕ら実はですね、結構何回も話題にしていて、そうありがなの、とう。秘密裏に。はい。ちょっと気になっていたんですね。で、僕が、まあ、建築ですし、まあ、その、ベジータもね、なんだ、まあ、建築じゃないけど、結構建築の僕の友達とかが、放送20代に来てくれて、まあ、建築の話するときとか、あと、それより前の仕事とかは、それこそ、なんか、旅的なメディアだったじゃないですか。そうだね。いろなんるな建築とか美術館行ったりしたね。そうそうそう。そういう関係で結構、建築に興味を持っていて。はい。で、だってミルそもゾーそもさん見今、つけたのも、そうだよね。見つけたのも私だし。なるほどはい。です。なんでちょっと今日は建築のついてと、あと、ベジータがね、インスタ始めているっていうのもあるし、そういったことも、なんかこう、ね、うまく話が聞けたらなと思ってます。よろしくおはい。願いしよろしくお願いします。はい。放送20代って、いう番組は何なんですか、ベジータさん。放送20代は、まあ、今の若者と言われる20代が何を考えているのかを世に伝えていく番組で、まあなんか上の世代、50代とかの方って、自分たちの、まあ、20代の頃がこうだったからこうみたいな、どうせこんな感じみたいなのを思ってると思うんですけど、まあ、そこを、いや意外と今の20代ってこうだよみたいなのを、毎回違うゲストを連れてきて、まあ、伝えていくっていう、掘り下げていこうという番組です。レギュラーはいつもその、あれですか、あ、すみません、葵さんと、なんだっけ、魚卵坂の、今、ベジータさんと、魚卵坂 AKA ベジータと。AKA、ベジータが来ないんだよ。そう、ベジータさんと、もう一人は、ゆうきくんだっけ？ゆうきってやつがい今日、ゆうきまくんです。すね。今日は、そうですね。さっき電話したんですけど、ちょっと繋がらなくて。はい。なので、音来た信ら来不通でるんすじゃね。ないですかね。なるほど。わかはりい。ました。という感じで、まあ、僕の、それで、まあ、僕の全自己体が紹介2し時たほう間がいい。の番組なんですけど、まあ、それで前半の1時間で、まあ、ミルゾーさんっていう人がどういう人かってこととかを見て、で、それで後半の1時間で、まあ、ミルゾーさんと一緒に語りたいことってことを、なんかこう、喋っていけたらなって思ってます。はい。わかります。大丈夫ではい。す。で、まず、ちょっと自己紹介をお願いしていいですか。建築ミルゾーと言います。よろしくお願いします。お願いします。年はですね、まず僕29なので、実は結構ギリギリその今の20代っていうのに当てはまるかなと思ってて、で、一応仕事の方は、大学院まで建築学んでて、その後、アトリエ事務所で、4年ぐらい修行して、で、デザインとか、建築のまさにその図面描いたり模型描いたりして、模型作ったりして、セッサンにプレゼンするっていうことをやってて、で、しかも、まあ、人数も少なかった事務所なんですけど、そこでみっちりしごかれて4年やってました。で、その後、去年転職して、今は内装の工務店に入ってて、で、まあ、ちょうど1年ぐらい経つんですけど、今は大きい現場で、まあ、ビルとか、その劇場とか、あと学校とかの内装木工。で、まあ、直接大工さんに指示をして、こういうふうに作ってほしいみたいなとか、現場のその、いろんな、なんか資材搬入とかのやり取りして、まあ、こういう材料を入れて、こういうの作ってくれみたいなのをやったりとかしてます。なる今、ほど。そういう仕事をやりながら、今、こういう活動を、1ヶ月前に、その建築ミル ゾーっていうのイを立ち上げるっていうのをやっンスタてグラムのね、アカウントを立ち上げて。ます。そう。その成り行きとかも、もう喋っちゃってもいいんですかね。大丈夫ですか。
ちょっとお願いして、それに関してはちょっとまあ、後で、聞きたいと思うので、まずはその、はい、僕たちのその後半にある本草20代の、まあ、本草トークっていうテーマの、テーマ発表をまずしようかなと思っています。はいはい、で、本草トークっていうのは、まあ、4つ、僕たちがお題を出しまして、で、それでまあ、何ですか、その4つで、一番得票数の多かったやつを、まあ、話していこうっていう、番組っていうか、コーナーなんですけど、うん、で、それで、まあ、4つ、ツイッターの方と、ベジータの、インスタの方とかで、ね、ちょっとアンケートを募集しました。で、まあ、実は、もう得票数出ちゃってるんですけど、まあ、一応、4つお題を説明して、一番多いやつから喋っていければなと思ってます。で、ちょっと一番多いやつは、まあ、まず、その、本草トークの4つのお題を、共有画面に出しますね。うん。出ました。ツイッターはまだ締め切ってないよ。あ、そうなの？そう、ツイッターはね、8時半になるようにしてるから。あ、まだ望みはあるよ。はい。はい、はい。今出てますよね。出てます。出てますか？はい。はい。はい、じゃあちょっとこれ上から4つあるんですけど、まあ、上から順に、どういう、トークテーマなのかってことをざっくり、出題者からちょっとお願いできますか。じゃまず、演劇について教えてくださいというコーナーなので、これは建築ミルゾーさん。僕、いやなんかこのそう番組を YouTube でその最初調べてたときに、はい、そもそもなんか、ツイッターでなんか僕がエゴさしてたら、あ、建築見るぞって方って人たちがいるんだみたいな。で、うん、このツイッターの YouTube の画面でこういう、なんか、トークテーマみたいなのがあって、建築見るぞについて、なんか、みたいな トピックが分かってて、みたいな、面白いなって思って。で、それで見てたら、うん、そう、出演者のその葵さんとかが、演劇のご出身の方だっていうのを知って、で結構その演劇と建築とかもすごい関係してると思うし、なんか僕も、うん、でもね、僕はそこまで演劇について詳しいっていうほどではなかったんで、でもなんか、なんだろう、どういうことがこう知れるのかなっていうのちょっと気になって、まあ、こういうトピックを挙げてました。なるほど。これは僕の友達のヤンっていう、2回登場してくれてる人がいて。やばい人か。あの人やばいよね。あの人やばいんですよ。あの人やばくて。あれ、なんかさ、3月末に出てたよね、あの人。そう、3月末に出てました。よく見てますね。そう、言われて、そう、いろいろ調べてから、あ、この人がやばいんだなって、いろいろ知って、うん、今、東大の院の人だよね。そう、東大の院出て、まあ、アトリエに来ました。まあ、なんかすごい面白い人で、なんか、そう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 、あ、そっか、その人が、そっか、その人もそうか結構詳しいんだよね。そう。はい。っていうのが、まあ、演劇について教えてくださいっていうコーナーで。はい。で、じゃあ次は、建築の専門用語を翻訳しよう。これ僕なんですけど、やっぱ、ミルゾーさんのインスタ見てると、結構こう、例えば、サナー、まあ、サナーっていう建築家がいてっていうの話は置いといて、サナーっていうなんか2人組の人がいると思ってください。サナーの建築家の、2人の違いについてとかを熱く語ってる時に、結構分かりやすい日本語を使ってるじゃないですか。意図的になんだと思うんですけど。はいはいはい。でも、例えばさっきちょっと話に出て申し訳ないんですけど、ヤンとかと、まあ、建築の話をすると、やっぱりなんかその、硬い言葉を使うんですよね。何ですかね。ちょっと今例えばパッと出てこないんですけど、なんか、うん、駅舎的な広場みたいなことを言ったときに、よくわかんないんですよ。はってなるんですよね。まあ、で、なんか、うん、そう、他者との空間的併存とか言っても、意味がわかんないんですよ。難しい。そう。だけど、そう、建築の畑の人とかはこう超線形型設計とか言われてもピントが来るはピント来るんですよ。謎でしょ。でちょっとそれを、まあ、ちょっと翻訳しようっていう。なるほど。はい、
なるほど。はいはい。コーナーです。で、それで、僕たちのボキャブラリーも増やすと同時に、ベジータにも、これを見てくれてる人にも、うん、あ、なるほど、こんなこと言ってるのは別に変なこと言いたいわけじゃないんだってことね。気になる、うん、はいはい。言い訳したいというコーナーです。はい。はいはい。じゃあ次、建築マニアの建築に対する着眼点と推しポイント。これはベジータなんですけど、はい。そう。これ、なんか、やっぱその普通の人がこう街を見るときって、大体その自分で興味あるものにしか色がついてなくて、こう、建築って大体グレーなのね、私とかにとっては。そういう、行きたい。はい、例えば、そう、渋谷パルコがあります。渋谷パルコとそこまでの道しか色がついてなくて、で他のものってもう全部大体グレーアウトしてるみたいな感じなんですけど、でなんかこれがいいよとか言われた時に、あ、かっこいいけどよくわかんないとか、うん、あとその葵とかとその街歩きをした時に、なんかここのなんか天井がいいみたいな話とかをされてもなんかパッとよくわかんなくて、そこって多分そのなんか建築やってる人のなんか素地が多分違うんですよ。あ、素地のレベル感みたいなのが多分違うから、うん、いきなりなんだろう、すごい超高級店の寿司のなんかこの繊維がみたいな言われても分かんないみたいな、そういう隔たりを感じていて、そこのなんかまあ着眼点、素人にもできる着眼点的なポイントと、あとまあお二人が結構もうそれぞれに推しポイントってあると思うので、まあ、ここが、俺はなんか世間的にはこれがいいって言われるけど、俺はこれいうやつが好きみたいなのを聞きたい。うん、はいはい。です、はい。というテーマです。なるほど。じゃあ最後、家で最高な飲み物作り。これ全然、この4つの中で全然違うんですけど、僕で、今在宅なんですよ、4月のね、あの1日に入ったのに。在宅で、うん、コーヒー、スターバックスがね、閉店したんでしょ？だって。そうそうそうね、閉まってるよね。そう、で、だからもう家で飲み物が飲めないんですよ。なるほど。そう。ずっとスタバだったのか。そんなわけない。いや、まあそんなことないんだけど、でもその、うん、じゃあどうしようかなって思った時に、その家でコーヒー、僕は悩んだんですよ。その、うん、カクテルを作るセットを揃えるか、いや、コーヒー、うん、いいコーヒーを作るセットを揃えるかってことを悩んでて、まだ悩んでるんですけど、その、在宅で、こう、家にずっといないといけないって時に、結局、どっちが僕にとっていいんだろうって話をちょっと、いや、ベジータがどう思うかとか、水戸さんがどう思うかって話でちょっと考えていきたいなって思ってます。うん、はい。はいはい。わかりました。はいじゃあ、これちょっとこの4つで、やっていきたいと思いますので、はい。投稿ですよね、これで。はい。はい。はい、じゃあ、皆さん、選んで、あ、うん、あ、いいのか。はい。じゃあ、それでは、乾杯しますか、とりあえず。はい。はい。はい、今、ちょっと、イラスト屋の右手には車を持ってますけど。酒に持ち帰ってる。酒じゃなくてもいいけど。はい、じゃあ。はい。はい、僕は白ワインを持ってます。粉ビールです。白ワインなの。すごい。乾杯。はい、乾杯。はい。ちょっと僕のバックミンスターフラーのあれは消そう。僕の絵柄は子供ですけどね。ね。ね。酒は飲んでいいのか。成人です。はい。じゃあちょっと、うん、本題に入っていきたいんですけど、うん、はい、多分建築ミルゾーさん、うん、さっきざっくり本草20代の話をしたと思うんですけど、あ、はいはい。伝わりました？ね、まあ大体、でも、なんかね、本質的なところっていうか、なんだろう、本草20代っていうのはそもそも、何なんだろうっていうか、なんか、ね、てか、この2時間っていう枠も結構長いし、うん、なんか、そうそうそう、どういう、
その番組のコンセプトなんだろうとか、なんだろう、なんか20代ってのは分かるけど、もうちょっと、なんだろう、こう、3人がもともとなんかやろうとしてたこととか、なんかそういうのとか、もうちょっと深く聞きたいなっていうのがあったんですけど、ですよね。ありますか？はいはい。そうそうそう。だから、特になんか、はいはい。あ、ちょっと、なんか、だから、Twitter とか YouTube 調べてても、なんか、そうね。だから、その辺がまだちょっと見えにくかったなっていうのがあって、その辺を、そう、深く聞きたいなっていうのがありました。はい。はい、番組としては、それが大いな課題なんですけども。はい。そうなんです。なんか、もともと私たちが発起人ではないので、なんかその、なるほどね、引き継ぎで、こう、惰性でしてしまってる部分とかもある。このシステムが残り続けてしまっているみたいなのがあり。何年ぐらいやってるんですか、蒼井さんと。その、蒼井くんが一番長いのかな、やってるの。この中では、そうかな、そうだね。でも、丸2年は。ベジータが一番、あ、ベジータと多分ほとんど同じぐらいのタイミングで、で、2年ぐらい、うん、だよね。そうだね。で、番組自体はもう5年以上やって、うん、5年半くらい。あ、そういうことか。なるほど。2年間、その、こういう、毎週やってるんですか、これ。大体毎週やってます。なるほど、うん。お休みする週もあるけど、みたいな。その、すごいな。3人のうち2人来るとか、もともと5人いたんで、5人のうち2人で、まあ、月1行くか行かないかとかをやってたんです。あ、じゃあ、葵くんがやり始めて、もう今2年間ってことは、だから140回とか、それぐらいやってるってことですよ。やばいね、それ。だってもう、400回ぐらい行ったでしょ、もう多分。うん、全体がね。ああ、うん、全体的にね。うん。気づいたら行ってるわけですよ。で、まあ、テーマとしては、テーマっていうか、裏テーマとしては、やっぱり2時間って結構長いんですけど、うんうんうん、その、なんだろう、仲を深めないで話を聞きたいだけだったら、多分30分とか15分とかで全然喋れちゃうと思うんですけど、僕たちのその裏テーマというか、としては、やっぱりその、最後の、まあ、音声トークっていうものが何であるかっていうと、まあその、一緒に議論をしたいみたいなところがあって、だから、要するにその2時間あるんですけど、まあその、最初のところでちょっと、仲良くなって、でちゃんと一緒に話ができるようになんかなれればいいなっていうコンセプトで、やってます。はい。今までこう登場してきてる人って、まあ、僕の場合は今回たまたまエゴさして乗り込んできたみたいな感じになってるんですけど、はい、他の人たちは大体あれですか、あの葵くんとかそのベジータさんの知り合いの人とかで面白い人引っ張ってくるとかっていう流れなんですか。うん、そうですね、大体。そうなんだ。なんかこういう面白い人いるからみたいなので、うん、なるほどね、そういうことか。だから自転車のなんか友達、うん。なるほど、なるほど。うん、そうそう。でも、あれなんだよね、だから、デモクラ TV とか、その、放送20代で調べると、YouTube のアカウントがあって、で、元の動画のところにたどると、あの知らないおじいちゃんたちも普通に出てて、なこれを人たちは何だろう、うん、最初にそう思って、そうですね。そう、それがもともとの人たちってことなんですか、大元のそのデモクラ TV っていうのはまた違うんですか。なんかデモクラ TV っていうのは、なんか、アベマ TV みたいな感じで、こう、あの、インターネットテレビ局があって、そのうちの一つの番組っていう感じなんです。だから、うん。あの人たちも別に出演者なんで、うん、なんか、発起人ではないんですけど。おお、なるほど。そういうこと。番組が違うんですよね。うん。番組が違う人たち。はあ、なるほどですね。うん。じゃあ、本送20代で単独でチャンネルを立ち上げるわけにはいかないんだ。やっぱ、デモクラ TV の枠の中にあるっていうことだ。一応、そのオンデマンドのなんか、配信の方があるので、まあ、今はそういう形でやっていて、なるほどね、立ち上げてもいいんですけど、まあ、いったままであり、なるほどね、あと今、あのリストの、YouTube のリストの方では、あの、放送だけで作ったやつがあるんで、まあ、そこから見てね、みたいなやり方してて、でも、まあ、ちょっと分かりにくいですけど。なるほどね。いや、なんか僕が率直に思ったのは、すごい、なんだろう、あの、もう一人のゆうきくんもだっけ、含めて、3人ともすごい、うん、あの、なんだろうな、知的好奇心がすごいっていうか、なんかその言ってた通りに結構その出演者と話深めたいっていう欲がすごい
なと思ってたから、なんかそれはもう単独の番組で違うものとして作ってもいいんじゃないのかなと思ったし、あとなんかそうそう2時間って枠でそのままダイレクトに YouTube で流しちゃうと結構携帯とかで見ようとするとなんか止まったりすることも多くて、なんかあれやっぱデータ量が多いのか分かんないけど、なんか結構あなんだろうな、もうちょっと小分けにしてもいいのかなとかいろいろ思っちゃって、なんかもうちょっといろんな人が見やすいような形ってあるのかなと 僕自身がそう率直に思ったから、そうだからそれについてもちょっと今日聞きたいなと思って、いやその通り、率直に言うともうその通りでしかないんですよ、うん、はい、でそうなんですよね。そうでも その話はなんかもう本当にあのフィードバックとかあのブレストとかになるんで、それは番組と別でやりますか。そうだよね、そうだ、そうしましょう、そうしましょう。2時間で話しちゃうとちょっとなんかもったいないせっかく来てもらってるのに。確かに確かに。そうですね、まず建築ミルゾーさんがどういった方なのかってところに行きましょうか。ちょっとこの話はあとでしましょう。でもあのすごく大事だったので、後で飲みながらしましょう、はい、いやなんかね、多分僕のフォロワーさんでも多分これを知ってくれた人っていうのは結構は初めての人は多いと思うんですけど、そうだから多分ね、うん、まあ、もし見てくれてる方がいるとなんだけど、でも、ね、やっぱなんかそうなんかね、こうすごい熱意ある人たちがいるからもったいないなって思うところも多分あると思うから、なんかそれはそうそう、なんかね、はい、僕もちょっとそう話聞きたいなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。後でやります、はい、後でやりましょう。はいはい、はい、はい、じゃあ最初のコーナー、はい、はい、あ自分にタイトルつけるなら、はいはい、はい、そうで僕はお願いします。あ、はいはい、よろしくお願いします。で僕は事前にちょっとベジータさんと話してたんですけど、僕はあのちょっとね、そう今あれが出ないですけど、変態の時代っていうのをちょっとテーマにで、変態の時代ってなんかね、そもそも僕がこのアカウント立ち上げた時に、インスタの方でそのフォロワーさんがいやもう変態最強ですよねみたいなこと言ってて、で、まあ、なんでその変態っていう話が出てきたのかっていうと、まあ、僕ちょっとインスタのアカウント、まあ、知らない人は見てもらえば分かると思うんですけど、ちょっと、まあ、どうだろうな、まあ、異常なぐらい建築愛をこうなんか押し出して、しかも、まあ、マニアックだけど分かりやすくみたいな、いつも心がけてるんですけど、まあ、にしてもちょっと熱が なんか尋常じゃねえだろうみたいな勢いでやってて、でなんかね、それ初めて3日目ぐらいに、なんかそう、フォロワーさんの人が、もう、ちょっとなんか変態すぎるけど、めっちゃ面白いですみたいな。でなんか今の時代って本当にあの、ね、変態の時代ですよねみたいな話をしてて、うん、でなんかそれどういうことなんだろうってちょっと自分で考えてたんですけど、でもなんか、うん、その僕の周りのアカウントの人とかでもその、まあ、今建築ミルゾーって名前にしてるのはその、まあ、Z カンパニーって また後で説明するんですけど、まあ、いろんなその分野について詳しいスペシャリストの人たちが集まってて、うん、でなんかたまたまそれぞれ個人でなんかその美術だったりとか、うん、あるいは経済のこととかについて詳しく語る人たちがいるんですけど、でもなんかみんなアマチュアっていうか素人だけど、でもなんかこう匿名、ちょっと匿名になることでこう情報発信しやすくなるみたい なんかそういうハードルの下げ方をうまくしてて、でなんか簡単に言うと多分それぞれの分野について変態の人が多分出やすい時代になったのかなって思うんですよね。で、うん、で変態の人ってなんか分かんないけど、なんかね20世紀ぐらいって多分ちょっと本当に毛嫌いされてたっていうか、なんか、うん、あの本当異質な人って目で見られるっていうのが悪だみたいな感じの時代が長かったんじゃないかなと思うんですよね。だけど、うん、普通に自然に考えたら全然なんつったらいいんだろう、なんかあのいい変態の人っているじゃないですか。いい変態っていうかあのいますね、ぶっ飛んでるみたいな。それはあれですか、ヤン紅葉の話ですか。まさに変態で、でも変態にもやっぱ2種類いて、多分そのなんか分かりやすく伝えるっていうタイプの変態の人と、本当にその自分の専門性をあの突き詰めるんだってタイプの変態の人がいると思ってて、でどっちがいい悪いじゃないですか。やっぱそう、なんかね、変態の中にも多分住み分けはあると思うんですよね。でそうそうそう、でもなんかやっぱそうそう、20世紀は多分ね、変人悪っていうか、なんか多分ね、一般の人があのいいみたいな時代だと思う。どれだけ一般の人量産できるかみたいな、なんか多分そういう思考が強くて、で今の時代本当なんか21世紀になってから
あの個性とか個人が際立つようになってきて、で、さらにその先に多分変態っていうのがあるのかなみたいな、なんかちょっと特殊だけど、なんかみんなのためになる人とか、なんかそういう人たちがなんかこう出てくる時代かなみたいな、なんかそういうのをちょっと直感で思って、で、そう、で、僕、まあ、建築についても後々多分たくさん語っちゃうと思うんですけど、まあ、その前にそもそもこういう時代って結構多分ポジティブに捉えるとそういうことになるんじゃないのかなみたいなのを思ったりしました。なるほど。はい。そうそう。そんな、もうちょっと聞きたいですか？なんか。あれですよね、なんかその建築見る像の他にも何とか見る像いっぱいいますけど、そういうやつの中にいるってことなんですね。ああ、だからそう、なんかそもそも前提として、まあ、インスタのアカウントでいろいろ見てない人にとってはちょっとすいません、分かりづらいのかもしれないんですけど、まあでも、はい、YouTuber とかもそうだし、Twitter とか見てても全然その、みんなそういう、なんだろう、スペシャリストみたいないろんな人たちが出やすい時代だなっていうのは多分みんな感じてると思うんですよね。で、まあ、インスタの中では今たまたまその Z カンパニーって言って、まあ、要は、ですね、これは発起人は多分ね、結城みなみさんっていうインスタのアカウントの人だと思うんですけど、まあ、博報堂出て多分ね、なんだろう、あの自分でなんかね、いろいろ不動産とかやって、あの要は、なんだろう、経済についてすごいちゃんと情報発信しようっていう風にやってる人で、で多分、ね、その人に影響されて、なんかね、結構若いんだよね、みんな中身、多分なんかね、大学生ぐらいの子たちとか、結構真面目な子たちが、なんかね、面白いのなんかあったか、USA 知る像とか、なんかね、なんか美術見る像は僕フォローしてます。あ、そう、で、そう、で、そう、で、そのいろんな、なんか経済とか政治について語る人たちがいる中で、なんかね、僕がちょうどそのなんか建築について情報発信したいなって思ってた時に、あのインスタグラムで美術解説知るぞーさんっていうのが出てきて、お、ついにこういう人まで来たんだみたいな。です。やっぱ、まあ後でまた話すけど、やっぱ建築とか美術とかその直感的に、なんだろうな、こう絵とかその立体を見て面白いって思える感覚っていうか、そういう教育って日本の中でやっぱ結構 薄く扱われてきたなっていうか、そういうのがあって、でなんか今大人になってもそういうのをやっぱ知りたいっていう人多いだろうから、そういうアカウント作ったらいいだろうなってのずっと思ってて、でなんかそういうのモヤモヤって思ってた時にインスタでそう美術解説するのを見つけてそうマジかみたいな、あ、こんな人いたんだ、全く俺と同じこと思ってんなみたいな。でメッセージ送ってやり取りしてたら、まあ建築、まあ、今僕建築見るぞって名前になってますけど、で見るぞさんもあのアカウント作ってやった方がいいですよみたいな話をされて、いやもうなんかそんな建築で熱く語れる人はやっぱもうアカウント作っちゃった方がいいですよみたいな言われて、あ、マジかみたいな、うん、でそれ真に受けてもう5分以内に アカウント作っても作っちゃったでもそしたらそうやっぱ反響をいただいて、あ、なんかそう結構そう、こういうのって需要あるんだなって気づいてっていう流れですね。ちょっとバーッとしたね。うん。そうそうそう。こういうね、僕のリアルタイムパワポ作業もなんか楽しくなってきた。いいね。議事録みたいなの。だからグラレコ的な感じよね。フォロワー数もほぼ一緒なのも、なんかね、そう。うん、あの美術さんと僕がほぼ始めた時期が一緒っていうか、多分、ね、1ヶ月ちょっと前ぐらいかなに、そう、同じ時期ぐらいに始めたんですよ。そうそう。そうそうそう。なるほど。そういったあれだったんですね。なんか、僕、てっきり僕、結構ツイッターの人間なので、新井さん界隈みたいな感じで、完全にスタンドアローンに同じ人たちがいっぱいいるみたいな。ことなのかなって思ってたんですけど、新井さん知ってます？ミルゾさん、新井千秋さんは知ってますよ。あ、違くて、新井千秋さん、なんかよく、多分なんだっけ、獣フレンズの、あ、そうそう、そう、獣フレンズの新井熊のなんか新井さんっていうのがあって、なんか何々する新井さんっていうアカウントがいっぱい出ていて、なるほど、なんだっけ、青い、なんか哲学者の新井さんみたいな。哲学者の新井さんとかもいるし、なんかポスドク限界低収入の新井さんとかもいるし、
あと論文を読む新井さんとか、うん、あ、新井さんの穴なんだっけ、なんだっけ、まあ、忘れたけど、なんかあの、うん、そういうスタンドアローンな存在ではないくて、ちゃんとその発起人みたいなのがいるってことなんですねっていうことがちょっと僕意外でしたっていう、うんうん、そう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 。で、だから一応なんかみんなその Z カンパニーっていうのに、まあ、参加っていうか、そこに参加し、まあ、まあ文字通り参加してるんだけど、入ってるような形になってて、うん、ただなんか別にその特段何か会社として法人として動いてるとかってわけじゃなくて、なんかそう、おのおの好きにインスタのアカウント作っていいし、で、ルールもほとんどなくて、なんかちゃんと情報発信することとか、怪しい情報商材とか売らないとか、そういうぐらい、それぐらいしかないんですよ。うん、そうですよね。だって、だから、はい。あ、ごめんね。だから僕が最初にその建築ミニゾーテアカウントをパッて5分ぐらいで作った後、その結城みなみさんっていう人も、僕、特段な、あの、なんだ、つながってなかったし、美術解説するぞさんももちろん会ったことなかったし、なんか、このアカウント作っちゃって、作った後で、なんか作っちゃっていいのかなとかって思ってたら、なんか、どれぐらいだったっけ、2、3時間後ぐらいに、結城みなみさんっていう方から直接、まあ、インスタアカウントであるんですけど、その方から直接連絡来て、なんか、中身は誰だみたいなことを言われて、で、そうだよな、みたいな。で、まあ、僕の本アカがあるんですけど、その本アカをスクショで送ったら、ああ、全然悪い人じゃなさそうみたいなこと言って、で、そう、すぐ、はあ、まあ、認めてもらってっていうか、まあ、大丈夫ですよ、みたいな。で、やっぱり、その、まあ、さっきちらっと言ったけど、情報商材っていうか、まあ、やっぱ、なんだろうな、ネットビジネスでやっぱり怪しいことしてる人も結構多い時代だから、まあ、そういうのもちょっと懸念されてて、うん、そうで、こういうの悪用されたら嫌だっていうのもあって、そういうのがあったんですけど、っていう。演劇見るぞ検索。おやれば演劇見るぞ、ね、多分ね、そう、いないよ。いない、いない気がする。うんうんうん。やりなよ。ぜひやってほしい。やるか、ちょっと待って、書いて、メモっとく。演劇、うん、すごいな。演劇見るぞ、知りたい。どんどん面白い人が増えてる。え、でも本当変な人多いんだから、なんか、お花だぞとか、うん、お花だぞってなんだよ、みたいな。もう、お花だぞそう。お花知るぞとかじゃないんだ、みたいな。もう、お花だぞ。なんか確かに、見るぞいじゃないや。いや、なんか僕も気になってたんですよ。例えばこれで見たときに、美術解説するぞじゃないですか。ああ、そうそうそう。う、するぞ、うじゃないですか。ああ、なるほどね。で、建築見るぞじゃないですか。そう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 。なんか固まってない感が。が、まあ、僕からすると、そのスタンドアローンな存在なのかなって僕が勝手に思った理由ってそこだったんですよね。なるほど、なるほど。はい。そうだよね。うん。なんかもうその辺も適当。なんですよね、特に何も言われてなくて、そう。でもね、俺最初何だったっけな、最初ね、一番最初の名前、建築解説するぞだったんですよ。で、そのアカウントのアルファベットも同じように、建築解説でアンダーバーするぞとかにしてたんですけど、うん、だから美術解説するぞさんもいたから、そこに合わせようかなみたいなことやろうとしてたら、その、Z カンパニーの、オサの人に、いや、名前長いっしょみたいに突っ込まれて、うん、そう、確かにみたいな、なんかそれ、よくないなみたいな。で、僕、やっぱ目的としては、また話しますけど、その建築をやっぱ、面白さを分かりやすく届けたいって思ってたから、あ、やっぱ、ね、もっと短い方がいいなみたいな、っていうふうに思って、まあ、建築見るぞっていうふうに知ったりしてて。なんか、なるほど。見るぞうってひらがなにしてもなんか最後までうにひらがなにするかどうかなとかもいろいろ悩んで、なんか棒にした方がかわいいかなとか適当にやって、うん、かわいい、うん、かわいい、呼びやすくなりました、見るぞうさん。あ、そうだから、アカウントのアイコンもなんかイラスト屋にしてくだす、イラスト屋から選んだ方が望ましいですぐらいしかなくて、うん、なんか別に自分でもいいんですよ。でもなんかみんなイラスト屋のあの可愛いアイコンだから、それ探してて、うん、そう。美術さんとか会ったことあるけど、こんな感じの人じゃなくて本当にね。そうなんだ。そう。そうなんだ。全然みんな中と雰囲気違う。女性だと思って。僕とかも、そうそうそう。で、僕とかも、なんだっけ、
そうイラスト屋で探したときに設計士とか建築家ってなんか硬そうなイメージしかやっぱなくて、うん、いやなんか俺やっぱそういうの嫌だなって思ってたらジオラマで調べたらこういう可愛いやつが出てきてそう模型とか都市を見てるみたいなのはあなんか可愛いってそうしました。可愛い可愛いこ, そこの可愛いやつにめっちゃ専門的なことと哲学的なことを言わせるっていうめっちゃ変態的ないいじゃないですか。そういうのをしたりして。水沢さんのその変態的な熱はこういつからだったんですか。ね、そうね、それは多分ね、よくよく考えたらやっぱ、うん、小学生とかね、あ、小学生入る前だな、うん、なんかそう建築自体の興味は高校生の中頃から本当に湧いてきて、で専門書とか読んだり勉強するようにして、で大学入ってっていうふうになったんですけど、でもね、もともとは親が、まあ、建築の仕事はやってたんですけど、デザインとかそんなに突っ込むタイプじゃなくて、どっちかっていうと不動産とかそっちに近い方だったんですよ。で、まあ、あとおじいちゃんも大工さんやってたりとか、まあ、そういう家系ではあったんですけど、でも別に建築やれとかそういうのは教わってはいなくて、ただなんか家にいつもたくさん A4 ぐらい の, その広告のチラシの紙といろんなペンとかが置いてあって、で僕その広告のチラシの紙の裏紙を、うん、裏紙にたくさんお絵描きしてて、で、うん、なんかある時迷路の本とかたくさ ん, なんか読むようになっちゃって、な、まあ、それなぜか分かんないですけど、でもなんか それを真似て自分で迷路を描いてたら、うん、っていうのを今でもね最近振り返ってなんかストックがたくさんあったんですよ。でそれ友達に見せたら、いや頭おかしいねみたいな、なんか子供の頃からその迷路をめちゃめちゃ細かく書き込みまくって親に解かせるとかそういうことやる人ってなかなかいない。すごい、親に解かせる。そうちょっと確かにそうかもね。でやっぱりそうで、もともとなんかその一個面白いなって思うのがあったら自分が納得するまでなんか探求してそうやって突き詰めちゃうっていうのがあって、うん、そういうのがそうありましたね。なるほど、ありがとうございます。そう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 、こうやってなんか書いてもらえるのすごい面白いですね。いいっすね。これはこっそり画面に、うん、そう、なんか青いの画面なんか、はい、うん、何、はい、なんか黒いのついてるよね。そうそうそう、なんかグレーとかね、黒いなんか四角が入ってる。残ってる。あ、そう、うん、なんだ、うん、ちょっとわかんないです。僕はズーム詳しくないんで。まあでもかっこいいからいいんじゃないですか。ズームだからかな、まあいいか。若干文字隠れてる。若干文字隠れてる？あ、今動いた。動いてる、それ。多分ちょっと遅れてんだと思うんだよね、画面が。画面がというか。うん。うん、あ、今の文字は全部見えるよ。うん、はい、よかったです。うん、そうそう。で、そうそう。で、そんなわけがあって、まあ、僕のこういうパーソナリティがあるんですけど、うん、でまあ、なんか、そう、ちょっとちらっと話したけど、やっぱ建築ってもうちょっと、なんか、なんだろうな、まあ、いろんな方面からちょっと語りたいけど、やっぱりもっと世の中に、面白く分かりやすく伝わっていいなって本当思って、そうこのアカウント作ったんですよね。そう。うん、あ、いいですか、このまま喋っちゃって。大丈夫ですよ。はい、でやっぱり、まあ、僕も大学生と大学院生やって、それからその設計事務所でデザインのことを、まあ、結構細かくやってたんで、まあ、すごい自分でも分かるんですけど、建築の、ね、そもそも家を建てるかどうかとかそういう専門性のレベルとはまたちょっと違って、デザインの分野ってめちゃくちゃなんだろうな、ちょっとハードル高そうに感じるじゃないですか。でさっきベジータさんもおっしゃってたけど、やっぱなんかその専門用語難しいとか、なんかこの空間が何とか言われても素人の人全然わかんないみたいな、そうっていうの結構あって、でもなんかそう僕もずっとそういうハードルはあるなっていうのを感じてて、ただ数年前まで僕も、いや、そういうの分かんないやつは分かんないでいいぐらいのことを思ってたんですよ。で、なんか、うん、そういうのを知ってる人がお客さんについてくれればいいんだとか、あるいは、その、理解してもらえる人だけ伝わってくれればいいやぐらいに感じてたんですよ。で、もっと言うと、
建築の専門で頑張ってる人たち同士でそういう話ができればいいんじゃねぐらいのなんかことを言ってた時期はあったんですよ、うん、正直言うと。だけど、うん、なんかね、そこからしばらくしてアトリエのその設計事務所に入っていろんな仕事やってたんですけど、ね、うん、僕がいた事務所っていうのはまあ、そもそもその夫婦で若くして立ち上げた事務所で、まあ、40歳ぐらいだったかな当時で、すごい若い事務所 でそこに僕が入って、ね、スタッフ僕一人みたいな状況だったんですよ。で結構小さい事務所だったんですよ。だけどすごいイケイケでなんか波もあったから、仕事もちょいちょい来てたんですけど、ことごとく仕事が潰れちゃったりしてて、でそれはやっぱね、なんかね、ネームバリューある事務所とは違って、そもそもなんだろう、小さい事務所って、なんだろう、お客さんの方がちょっと上っていうか、いや仕事やってやるんだからみたいな、まあ、悪い言い方するとね、なんか、まあ、予算とかそんなにやっぱもうちょっと削れるでしょっていうか、なんかもうちょっと安くいいもの、コスパよく作ってくれないみたいな、まあ、多分正直言うとそういうところが多いと思うんだけど、そういう仕事が多かったんですよ。でこっちがそれでなんかデザイン熱を上げすぎて、お客さんの、まあ、意図ももちろん汲み取るんだけど、もっとこういうのできますよとか、建築的にはもっとこういう面白いデザインできますよっていうのをやりすぎると惹かれちゃうっていうか、なんか全然ついてこれないっていうのがあったんですよ。で、うん、まあ、僕の事務所のことについてはそこまで詳しくは掘り下げないけど、ただなんかね、提案してることに関しては僕らは、僕らはっていうか僕に関してはね、10% か 20% ぐらいは確かにちょっと専門的すぎて良くないなってことはあったんだけど、7、8割ぐらいはもうちょっと多分みんな受け止めてくれてもいいかなって思うレベルだったりとか、まあ、そもそも僕の事務所も分かりやすく面白いのを届けたいっていうそういう精神はあったから、あ、なんかもうちょっと建築のことって知られてると提案通りやすかったんじゃないかなってのすごい思ったんですよ。で、うん、で話が進んでこう設計とか進んでいくときにも、なんかやっぱこのデザインってなんか良くないですよねって言われて、なんかこういう風にしてもいいですかってお客さんの方から提案されるときもあって、で別にそれもいいと思うんですけど、うん、なんかそれが、うん、本当にそれで良かったのかなって思うのも結構あったりとかして、でアトリエ事務所辞めた後にすっごい気づいたのは、あ、建築って当たり前だけどお客さんと一緒に作るなみたいな。でうん、そのデザインもこちら側から、なんだろう、ボールを投げて、こういうデザインできますよっていう提案はしてるけど、そもそもそれをいいかどうかっていうふうにジャッジするのはお客さんだし、やっぱそれを最終の形まで、作るっていうのは、お客さんありきじゃないとできないことなんですよね。でだからそれは個人のその住宅作るお客さんも一緒だし、不動産でね、こうプロジェクトでいろんな人たちと関わって、いろんな施設とか作るのも一緒だと思うんですけど、あと、あるいは役人の人たちとか、あるいは大きい施設になったら市民の人たちとか参加して作るって最近は本当に増えてきたけど、まあ、そういうのもやっぱいろんな、なんだろう、いろんな人たちを巻き込んでやっぱ作っていくものだから、なんかその時に、なんか、なんだろう、建築のデザインってハードル高いよっていうふうに言うスタンスでやるんじゃなくて、なんかもっと事前にみんなが建築のことに関して詳しかったりとか、別に僕ほどマニアックにはならなくてはいいけど、なんかデザインのことについてもうちょっと関心があるとか、なんかこういうのってかっこいいって私ちょっと思ってるんですよねぐらいのことが、なんか自然と言える環境って作れないからみたいな。でそういうふうにしたら多分もっとその建築家の人も仕事しやすくなるし、っていうかもっとなんか日本の中にいい建築とかかっこいいおしゃれな建物とか増えてきて、日本の風景自体、まあ僕世界を狙ってるんですけど、なんか世界中に、そう、世界、そう、地球自体がもっといい風景にならないかなとかって思ったりして、でそうだから要はなんか人類全体がデザイナーになって、で、うん、そう、でそれは別になんか設計図引くとか模型作るとかしなくても、なんかとりあえず人類みんながいいものを知ってるみたいな、なんかそういうのを共有できる時代になって、でそれをあらかじめ共有した上でなんかいろんなものが作れたら、マジでそのセンスいいなんか時代になるなって思って、それしかもなんか今の時代って本当、まあ、インスタだけじゃなくてそれこそ YouTube とか Twitter とか、イメージとかその言葉での情報の交換がすごいしやすくなったじゃないですか。で昔に比べると本当そのハードル下がってるから、なんかそういうのでもっと
あの建築のこととか、まあ、それこそ美術さんも多分同じようなモチベーションだと思うけど、その素晴らしいものを素直に知ってもらうみたいなことを広げていった方が全然いいなって思ってっていうのがありました、うんうん、長くなりましたけど、そういうのをすごい思ってます。なるほど、うん、ちょっとヤンの話が出てきたせいでヤンのね、うんうん、話になっちゃうんですけど、ええ、ちょっと待ってね、僕の顔もじってきた。今日もそれこそその話をしてて、まあ、僕とまあヤン東大で、うん、東大って、建築の衣装デザインのね、教授って一番偉い人って、うん、まあ、みんな知らない人で、建築知らない人でみんな知っている、なんかスターバ作った熊健吾さんなんですけど、うん、やっぱり、そうなった、そこで言うと、これはあれだな、ちょっと、人を置き去りにする可能性はあるんですけど、熊健吾さんが言ったことって、負ける建築っていうことで、やっぱミルゾーさんと同様に、多分世襲と一緒に作るってところまではすごく共有してたんですけど、うん、その世襲にはどちらかというと熊健吾さん、いや分かんないですよ、僕の読み方ですけど、熊健吾さんのニュアンスとしては世襲には分からないから、世襲に分かる部分だけちゃんと伝えて、でそれでデザイン領域ってものをなんだろう、こっちの専門領域に確実に死守しようっていう、うん、ことだと思うんですよ、負ける建築ってことが、うんうん、だから熊健吾さんはある種そのデザイナーのその聖域みたいなものを確保しようとしている一方で、ミルゾーさんは、いや、そうじゃなくて、みんながデザイナーになればいいんじゃないかってことで、そう、うん、そう、なんかすごい、あ、なるほど、そういう手もあるよなってことを僕は思ったんです。はい。はい、そう。なんかね、すごく前まで思ってたのが、まあ、負ける建築もそうだけど、まあ、熊さんの場合、負ける建築っていうのは多分ね、2つ意味ありますよね。1つは多分その設計者が世襲にうまく負けるみたいな意味もあると思うし、多分建築自体が、うんうん、まあ、何かその風景に紛れたりとか、建築自体の主張が、うん、うまくなくなっていくっていうか、そういう意味での、なんだろう、日本らしさっていうか、そういう、ま、なんかかっこいい負け方があるんじゃないかみたいな2つ意味があると思うんですけど、うん、でもなんかね、僕もうちょっと単純で、なんかね、単純っていうかね、もっとね、大きな違和感があって、ワークショップって分かります？で、要は建築を作るときに、市民参加型でよく最近いろんな公共施設とか作られるんですよ。で、その時にワークショップっていうやり方をしてて、でつまり簡単に言うと、その建築を作る段階で建築家の人がデザインしたのをもっと市民の人との意見を取り入れて分かりやすく作りましょうみたいな、分かりやすくっていうか、みんなの要望をなるべく入れる形で作りましょうみたいなのがあるんですよ。で、なんかその時すげえ思うのは、まあ、めちゃくちゃそれをね、コントロールするのうまい建築家の人もいるんですけど、大体めちゃくちゃ中途半端なものになるっていうか、なんかせっかくデザイナーの人呼んでいいもの作ってもらうって思ってたのに、おじいちゃんとかおばあちゃんのセンスが入ってきて、で、別にそれ否定はしないけど、ただなんつったらいいんだろうな、なんかデザインとはまた全然違うボキャブラリーで、ただの使いやすさとか、そういうのがなんか区別されずにごちゃごちゃと入ってくる中で、なんかもともと持ってた研ぎ澄まされたいいものがどんどんぼやけてきて、良くなくなるなってのはすげえ感じたんですよ。で、僕別に誤解ないように言うと、デザイナー神とか建築家素晴らしいとか称賛するっていうスタンスでもなくて、中庸で一般の市民とデザイナーの間ぐらいの関係だと思うんですけど、でなんかその建築のもともと持ってた良さとか歴史とか文化とかそういうののレベルを下げてみんなに共有するって、なんかすげえもったいなくねみたいなことをすげえ思ったりして、でいやそうじゃなくて、なんかもう今の時代って本当常用法を共有しやすいから、もうあらかじめもうみんなのリテラシーっていうか、その建築の面白さとか美術の面白さを、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、それをみんなが共有した上で物作った方が絶対いいでしょうみたいな思ったりして、で、っていうのをすごい感じて、そう、なんかね、だから、さっき、葵くんが言ってくれたように、建築のレベルを下げるというよりかは、
あのみんなのそうレベルを上げちゃった方が早くねみたいな、なんかその方が絶対にもっと作れるでしょうみたいなことを思ったりしました。うん、そうそうそう、そうですね。でもありますよね、そのなんか実用性でダメになるみたいな、なんかセブンのコーヒーのやつって出た時のやつなんかわかります？わかるわかるわかる。そうそうあのめっちゃかっこいい、外かしわだか誰かがデザインして、そうそうそう、なんか左右対称で R と L って書いてるけど使いにくいから、なんかラージとレギュラーってこうテプラで店員が貼るみたいな。そうそうそう。でもあれもなんだろうな、なんかさデザインわかんない人が佐藤、わかんないよ僕の深読みだけど、うん、デザインわかんない人が佐藤柏に、はい、投げた仕事の投げ方も良くなかったんじゃないかなって思ってて、だからあのかっこいい、なんかそのなんだろう、あの、はい、コーヒー あの機械を作るの、うん、パッケージデザインをしてくださいみたいに投げちゃって、で佐藤柏は佐藤柏でこれがかっこいいと思って作って、ね、で当然佐藤柏はね、あの分かりやすいデザインを作れる人だから、それでああいう形でっていうのを自分なりに思って作ったんだろうけど、ただ実際に使われてみると、あのテプラを普通に貼っちゃうとか、あの押してくださいみたいな感じになっちゃうんで、なんかあれもだからプロダクトを作る段階で、あのその要はクライアントですよね、あの、はい、仕事を投げる人側の人も一緒になって、うん、なんかこうしたらもっと分かりやすいけど、これだったらデザイン性損なわないですよねみたいなこととかっていうのも多分必要だったと思うし、うん、まあ佐藤柏の方ももちろん佐藤柏でこうしたらもっとあの分かりやすくて伝わりやすいですよねとかっていうふうに多分やってたと思うんですけど、うん、まあその両者のなんかいい関係っていうのはもうちょっとバランスよく作れたらいいなっていうのはすごい思いました。そうですね、なんかねバランス悪いと思ったんですよ。建築の人は建築の人でめっちゃなんだろうな、建築界隈の人だけでレベルが上がりすぎちゃってて、なんかデザインとかどんどん歴史が発展してるんですけど、ただなんかやっぱ一般の人とか普通の人はついてこれない。でも作るときって一般の人に作ってもらうじゃないですか、建築って。で特に大きな公共施設とかそのまあ特に最近市民交流センターとかそういうのすごい増えてきてるんですけど、なんかそういうのをコンペで作るときに、提案書ってみんな出すんだけど、なんかね、提案書の言葉が、あ、まあ、ちょっとごめん、込み入った話になっちゃうんだけど、提案書の言葉をね、めちゃくちゃみんなそこで慌てて分かりやすくしようとするんですよ。で、なんか、みんなにとって共有しやすいデザインですとか、そういうこと、そういう言葉を書いてたりするんですよ。聞いたら、お前全然そんなこと考えてねえだろみたいな。だけどなんか慌てて、そう、その段階になって急にみんな日本語で分かりやすく建築を伝えなきゃっていう風になるんですよ。で、それもすごい不自然だと思うんですよ。なんかやっぱ建築の面白さってそういうところじゃなくて、まあ、伝わりにくいけどかっこいいって思えることとかっていう全然あると思うし、それがいいって思えることも普通にたくさんあるから、なんか何もかもが全部言葉、なんか分かりやすい言葉で翻訳しなきゃいけないっていうのもなんかおかしいなって思ってて、そのバランスの悪さは結局言うと、まあ、まあ教育まで戻っちゃうのかもしれないけど、やっぱりなんか建築のこととか美術のこととか芸術のこととか、なんかそもそもかっこよさとか面白さとかっていうのがなんかみんな知らないっていうのが結構でかいのかなって思ってて、もっとその参加のハードルを下げたいなみたいなのがありました。すいません。そうですね。いや、その話はですね、あのうちの研究室でですね、結構まさにそれを修士論文にして、実際にそのために1年間、まあ、僕たちがもともと研究室で持ってたフィールドですけど、そこに実際に入って一緒にバス停を作ろうみたいな人がいて、でそこで結構議論にまさに1年間なったところで、多分これ1時間もうすでに喋ってると思うので、一旦休憩するんですけど、僕自身が演劇系で、演劇系なんですけど、もともとその、どっちかっていうと、現代アートの方が好きなんですよ。で、で現代アートの文脈で、その参加型って、っていうのがもうすごくまさに出てきていて、でその、参加型っていうものの、批評性と参加性ってことの、問題っていうのがまさに出ていて、で特に演劇とかもその人々市民参加型の演劇とかあるし、例えばその地方で、公共劇場を作るって時にそのやっぱ市民たちがお客さんにちゃんとなってほしいし、何だったら市民
の、 その発表会とかにも使ってほしいから、うん、それこそ、まあ、あの弊社とかだとあの劇場作りから、みんなで作っていくってことがあるんですけど、うん、はい、で本当にそういうことありますよねっていうことで、あの3本分検索パパッと出して休憩に入りたいんですけど、うん、大宅のいいところはあの本がパッパッと出せることですね。アートマネジメント、芸術と競争する社会、あと、クレアビショップさんの、人工地獄、現代アートと観客の政治学ですね。あと、ソーシャリーエンゲージドアート入門ですね。この本は、社会と関わる芸術の作り方の話で。現代アート系はまさにこの局地に入っていて結構大変なんですっていう話ですいません、あの、はい、これ多分あれですね、あの番組だから枠をこう僕たちが今気にしないといけなくて、はい、焦ったり問題を先延ばしにしたりしてますけど、これ多分あれですね、多分そういうことじゃないですね。僕も今喋っててびっくりしたけど、僕喋りたいことの多分ね 10% も喋れてないのかもしれないし、そう、もっと喋ってもいいですよ。いやいやはいはい、ちょっと一旦じゃあちょっと、ここら辺を編集点として休憩にして、でそれでやれば一旦その後の話をしましょうか。朝読みニュースと、はい、まあ、ちょっと今の話とかが、まあ、ちょっとその理念とかに偏ってたと思うので、もしかしたらそのもしそのニュースとしてなんかそういった形としてあるんであれば、そういうことを具体的に例が出てた方が多分みんな分かりやすいと思うので、そういうこととか、はいはいはい、おしゃべれればなと思ってます。了解です、はい、ということで、休憩ということで我々にとってはただの編集点です。はい。じゃあ朝読みから3つの質問する？朝読みからじゃない？もう3つの質問はいいでしょ。うん、もう結構喋ったしね。しか、うん、はい、じゃあ、朝読みニュース、影が映るね。はい、まあ、朝読みニュースです。そっか。朝読みっていうか、僕なんか、なんつったらいいんだろうな、なんかおしなべって、ここ最近起こってることって、ほとんどもうコロナ一辺倒だと思うんですよね。そうですね。うん、なんか、なんだろう、でもね、なんかね、最近すげえ漠然と思ったんだけど、結局、まあ、なんだろう、まあ、本当にいろんな意見はあると思うんだけど、うん、僕がすごい思ったのは、なんかね、そもそもコロナ、まあ、たまたまコロナが今起こってるが、うん、僕らって生まれてきてから、結構いっぱいいろんな事件が起こってるじゃないですか。うん、で、うん、みんな何年生まれだろう。僕ね、90年生まれなんですけど、葵さんとあれは、うん、ベジータさん。あれは、93ですね。僕も93年です。あ、2人とも、それぐらいですよね、うん。でさ、95年って、確か、地下鉄サリン事件とか起きてますよね。で、うん、阪神・淡路大震災も起きてて、だから95年って本当すごい年なんですけど、で、だ世紀末迎えて、その後、2001年ぐらいに貿易センタービルが衝突してみたいなこととか起こってて、うん、で、あとね、その後ね、リーマンショックとかいろいろ起こったりとか、あと、関東大震災も経験したりとかしてるんだけど、うん、なんか、大体、めちゃくちゃすげえ、なんだろう、人災とか天災とかいろんなものに見舞われてる世代なんだなって思ってて、まあ、21世紀の初っ端本当すごいんだけど、そういう事件が本当たくさん起こってるんですよ。で、さらにそこに弱り目にたたり目に今コロナっていうなんか目に見えないわけわかんねえなんかウイルスにやられてて、でもなんかペストとか、なんだろう、そういう天然痘とかいろんな昔の時代のそのなんだろう、細菌とかウイルスの頃の
起こった時とか事例を出したりとかはしてるんだけど、まあ根本のそのなんだろうな、なんか今人類が迎えてる局面として多分僕はざっくり言うと、なんか都市っていうもののなんか限界を突きつけられてるんじゃねえかなみたいなのをすげえ思ってて。おお、都市の限界。ちょっとすいません、僕大きくなっちゃうんですよ話が。でも、すっげえ簡単に言えば、要は人が集まって、あの一極集中で集まれば効率よくなるよねみたいな幻想が多分崩れてるんだろうなみたいな思ってて、でもっと言うと多分こんなに人が何億人も何千万人も一箇所に集まってるの多分めっちゃ不合理なんですよきっと。で、なんか自然の摂理的に多分、まあそれが今って言ったまたまタイミングだったのかもしれないんですけど、なんか多分それが本当いかに非効率かっていうのをなんか知らされてるようなっていうか、なんかそういうの突きつけられてるようななんか課題っていうか、なんかそういう時代の転換点なのかなってすごい思ったんですよ。つまり人が集まったり、そういろん一つの場所に集まりすぎるのってバランス悪いし、なんかすごいリスク高いっすよみたいなことの競輪かなってすげえ思ってて、なんかね、そうだから、なんかだから3月末にもそのヤン君がそういう話をあの多分してたと思うんだけど、そういう話っていうか、まあ、要はコロナに対しての、 その建築とか都市の話 で彼は確かね、建築都市とか建築 その敗北みたいなことをちらっと言ってたと思うんだけど、うん、あただ敗北っていうか、僕は何だろうな、なんか単純にその都市とか建築は確かに人が集まることによって発展してきたんだけど、まあ、それが必ずしもなんか永久半永久的にプラスの考え方かっていうと全然そうじゃなくて、なんかもっと人類的にもっと広く考えると、いやそもそも都市って不自然じゃねみたいな、なんかこんなに人が集まんないといけないのってそんな必要性あったっけみたいな。で今の時代って本当に情報ね、ズームとかもそうだし、まあインスタだってそうだけど、なんか離れてても情報共有しやすい時代になってきて、で人類ってそもそも情報共有をいかにしやすくするかっていうののは、まあ、どういうふうにつながるかの発展でしかないから、そう考えると都市 あの課題って、ていうか都市ってそもそもそんなに必要だっけみたいな、なんかそういうのすげえちょっとちらっと最近思ったりして、そうそう、だからなんか、まあ、コロナはたまたまなんですけど、なんかすげえそういうの考えさせてくれたなって思いました。こんな感じでもいいですか？とても良いです。なんか局所的な考え方じゃないですけど、いやでも投票とかも全部そうですよね。なんかだからコロナがあってなんで投票しなきゃいけないのかとか、そういう話も出てるけど、なんかそもそも、いやなんかだから政治をするにしても、だから国会議事堂とか必要なのかもちょっとよくわかんないし、で僕もそうそうそう、で投票所も必要なのかよくわかんないし、やあとなんだろうな、てかそもそも今の時代ってなんか人の評価とか、その人がどういうふうに、なんだろう、どういうふうなことを思われてるのかって、選挙カーで回って、あの都市の中で叫ばなくても、スピーカー使って叫ばなくても、そもそもみんないろんな情報からその人のこと知れるし、なんかなんだろう、投票数だけじゃなくてもっとフォロワー数とかいろんな情報発信のなんか網羅的な、なんかそういういろんな情報の中でその人を評価するとか多分できる時代なのに、なんでそんなに空間とか建築とか都市に縛られなきゃいけないんだろうってむしろ僕が思っちゃって、なんかそこからもっと自由なあり方が多分今後なんか考えられるべきじゃないかなってすげえ思ったんですよね。そういう壮大なことを考えてました。いやでもそうですよね。それこそちょっとあの後でこれ、まあ YouTube に上がることをいいことに、このあの左上だか右上にあの概要リンク貼るんですけど、やっぱりそのヤンが3月の末に喋ってくれたことっていうのは、その大雑把に予約すると、今までは住居、まあ、僕たちが今ここに住んでる、僕が今ここに住んでるってことは、僕がここで寝るだけでよかったようにしたんですよね。長年経て。
で、住居のプロセスが、うん。で、ここで飯食って寝りゃいいっていうことだったところを、要するにあらゆるものをアウトソーシングした。要するに筋トレをしたいんだったら、家の中でやるんじゃなくて、ジムに行けばいいじゃん。仕事したいんだったら、ここでやるんじゃなくて、仕事場に行けばいいじゃん。カフェに行けばいいじゃん。コーヒーが作れないんだったら、コーヒーを作るんじゃなくて、コーヒーを買ってくればいいじゃん。ってことで、すべてアウトソーシングして、あらゆる機能を外に置いていったんだけど、そう。今の世の中だと、今のそのコロナみたいな状況からと、やっぱりその機能を共有するってことにリスクがあるってことを、に、なんだろう。なるほど。パラダイムが完全に変わっちゃってるから、いわゆる、じゃあ共有すればいいじゃんってところとか、アウトソーシングすればいいじゃんってところじゃなくて、やっぱり私有して自分たちの空間、自分たちというか僕の空間の中にジムを入れたり、コーヒーメーカーを置いたり、ワーキングスペースを置いたり、まあ、寝るところも置いたりってことで、なんかこうやっていくってことを語っていて、なるほど、ね、それはすごく面白い魅力的だなって思ったんですよね。はい、ベジータさんも同じようなこと思いますか、やっぱ。そうですよね。なんか、今その住宅系の、なんか記事を書くような会社にいて、うん、で、なんか最近の、まあ、今年のテーマは、食住隣接だろうみたいな、なんかそういうところがあって、まあ、都市の限界って話とはまたちょっと別なんですけど、まあその、去年のテーマがデュアルライフっていう、デュアル、その多拠点生活っていうところで、まあ、都市と、まあなんか地方とか、まあそれが、2個でも何個でもよくて、まあ、そこもうどこでやっても変わらないよねみたいなところから、まあ、その別々に持つっていうところからもう隣接させていきましょうみたいな流れが来るだろうという、まあ、大まかな予測でやっていたところをなんかそれが強制的に行われたなみたいなことはちょっと考えてましたね。でやってみるとなんか意外とできるじゃんみたいなところが、あったりはするなと思い思ってあります。でもあれですよね、先週の放送だかなんかでベジータさんもやっぱ在宅ワークで結構ずっと家にいると仕事とかそのしづらいっていうか、結構その生活と仕事のを共生するっていうのは結構難しいっていう話をしてました。そうですね、機能がなかったので、もともとそのくつろぐという機能だけを持った家を作っていたので、なるほど、そこからこの働くっていう機能を追加して、うん、で、追加させつつ、そこをなんか、ちゃんと融合っていうか、でも分けなきゃいけないみたいな。うん、それはまあ、その家の中の場所なのか、まあ、その時間帯で自分で区切るのかとか、そこはちょっと難しいなって思ってますね。で、日々進化させてるところですね。ああ、そうですよね。なるほどね。うん。いや、まあでもそうだよね。だから、ああ、でも本当今、図でこう表してもらってるように、今までって本当になんだろうね、なんか本当大きな都市を動かすために人が集められてるみたいなところは あって、すげえ根本をたどると、なんか仕事するために生きてるのか生きてるために仕事してるのか分かんなくなるみたいな感覚とか結構みんなあると思うんですけど、多分それのすげえ最たる例だなみたいな。でなんか多分、まあ、ビルっていうのとか、まあ、集合住宅ももしかしたらそうかもしれないけど、まあ、あらゆるその仕事とか生活するっていう、それこそそういう形を追い求めた結果が今の社会なんだけど、それの本当に正しい形ってこれなのかなっていうのはすげえ、ね、そうで、そういう輝く年とかね、そういう、だからやっぱり20世紀の人が考えた、人を効率よく集めて、効率よくその仕事したり生活する環境を作るっていう考え方がなんかやっぱもう少し変わってくる時代なのかなみたいな。でやっぱ今の時代ってその右の図にあるようななんかネットワークのような形じゃないけど、いや別にどこにいたっていいし、なんかどこで住んでてどこで仕事しててもいいしみたいな、なんかもうちょっと本当柔軟になるような気はしますよ。やっぱこれだけ 10年とか十数年で、だって僕らが生きてる時代とか生まれた頃とかだってあれですよ、携帯電話とか本当なかったですよね。で、なんかだって2000年代初めぐらいだっけ、でなんかいろいろね携帯電話が出始めてみんなすごいテンション上がってたけど、でもそこからまた10年十数年ぐらい経って今の時代とかもう本当にすごい情報伝達の速度とか精度が上がってきてて、
カメラの、ね、撮る写真の画素数だってめちゃめちゃ上がってるし、なんか今の時代って 5G まで来たから、うん、もう動画とかなんか共有しやすくなってて、でこの先行くと多分もっと立体がそもそもあの空間とか立体が共有しやすくなるとか、多分そういうなんかね、本当になんだろう、そこに人がいるとか、あの、うん、なんだろう、なんかその空間に本当に行った気分になれる、まあ、VR とかもまさにそうだと思うけど、うん、なんかそういうのが本当にハードル下がっちゃうと思うんですよね。でそうなったら多分なんだろう、なんか本当全然今いる空間とあのなんだろう、なんだろうな、なんか人が集まんなきゃいけないとか、あの一緒になって仕事しなきゃいけないとかっていうのはなんか仮想空間で補えるっていうか、あの、うん、全部建築とか都市でやろうとしなくてもいいかなみたいな、うん、なんかそういうふうになんかあらゆるハードルが下がると、多分ね今の建築の形とかもなんかこんなに無理やり効率化しなくても良くなったりとかするんじゃないかなみたいなのをすごい思いました。うん、いやそうですよね、うん、いや本当に僕らはいい時代に生まれたなって僕は結構常々思っちゃうタイプなんですけど。わかるわかる、うん、いやだって僕小学校の2年生ぐらいのタイミングで、あの親がこう防犯用に携帯を持たせてたんですよ、うん、僕に、うんうんうん、で、これレディープレイヤー1です。レディープレイヤー1は後であの皆さん見たことない人がいたらあの見てくださいって感じですけど、やっぱりその携帯ってものがまずなんだろう、初めてこの世にほとんど、要するに携帯できるポケットに入る大きさで初めて生まれたタイミングから生まれて、で、で、それと共に生きてきて、ゲームボーイから僕たちは知っている、うん、ファミコンからギリギリ知っている人たち、まあ64ですけど、あの一番古いの、64ぐらいから知ってる人たちで、今、何ですか、もうプレステ5とかに入ってきて、まあ、5、僕分かってないんですけど、めちゃくちゃいい時代になってて、で、特にその、5G とかに、とか 6G、まあ、5の次に6とか言われたときに、6まで行くと、ようやく、触感と、5で、一応その、空間と、視覚情報と、聴覚情報っていうのは、まあ、同時に共有して、別に遅延がないと、まああるんですけど、遅延がほぼ感じられない状態にできるんじゃないかって理論上言われてて、で、6G まで行くと、そこに、触覚とか、肌の感覚とかも、入ってくるって言われてて、で、そこまで来るともう、それは、なんだろう、マトリックスの世界ですよね、僕たちが。98年に見て、感動した、かっけえ、キアヌ・リーブスって思った。マトリックス若い子知らないんじゃないかな、大学生結構知らない。でもそうなんですよね、あれってだって今や20年前の映画ですから。そうですね、うん、そっか、いやマトリックスやっぱそう、ただのアクション映画じゃなくてやっぱすごい示唆的な、あの、まあ、それこそなんだろうな、なんか現代社会の精神をすごい表してるっていうか、うん、面白い、その人類の在り方をすごい、あの、なんだろう、深くなんか示してる映画ですよね。面白いですよね。うん、よく、まあ、はい、マトリックス行かない若い子はちゃんと見てください。めちゃくちゃかっこいい。完成度高い、はい。もし映画に興味があるタイプの人だったら、あれは見ないと、もう、認否人扱いです。建築でいう、代々木体育館を知らない人です。あれ僕も最初に代々木体育館を解説してるんだけど。そうですね、あの水戸さんのね、あの代々木体育館のやつちょっと見てくれれば。これは知っとくみたいな。はい。でも本当にそう、だからやっぱりなんだろうな、まあ、人が集まることがリスクだって気づけたのは、本当この歴史の中で一番、なんだろう、あの、
すごい集中的にこう知らされてるっていうか、そういう競輪を感じざるを得ないなみたいなところ、まあ、あとなんかやっぱストレス値高いっすよね。やっぱり普通にあんな電車に毎日、まあ、日本だけかもしれないけどあんなに人が乗ってるのちょっと普通に考えられないし、なんか痴漢だどうだとかって騒ぐ以前にあんな環境にみんなが集中してるおかしいじゃんみたいな、うん、確かに、まあね、なんかバランス悪いんですよ、今の時代。ちなみに、ヤンとは2人との話の中でもう、今のうちに完全に値段が上がってる、いちご湯沢とか熱海のリゾートマンションを100万で買おうって話だった。でも、多分地方の時代来ると思いますよ、本当に。うん、来る。やっぱり、ね、リスク、をいろいろ減らしたいし、ストレッチ、うん、そう減らせるし、ね、いろいろ情報共有もしやすくなるから、多分ね、本当そんなに過密集中する必要ないんですよ、絶対。そうですね。うん、はい。あ、サイミンニュースはでもこんぐらいにしますか。ちょっとあれですよ、これ。はいはいはい。僕たち放送トークの方も結構面白いかなというか。残していて、はい、はいはいはい、いきますか。はい、何でしたっけ、はい、ちょっと集計出ました。じゃあまずテーマで言うと、演劇について教えてくださいと、建築の専門用語を翻訳しようと、建築マニアの建築に対する着眼点と推しポイントで、家で最高の飲み物作りでした。で、今回はインスタとツイッター合わせて39票いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、一番多かったのが、3番目の建築マニアの建築に対する着眼点と推しポイント。はいはい、これが19票ですね。はいはい、もう、ほぼ半分ぐらい人がこれで。で、2位が、家で最高の飲み物作り。が13票。よかったね、青い。ありがとうございます。はいはい、で3位が建築の専門用語を翻訳しようが4票、うん、で演劇について教えてくださいが3票でした、うん、なるほど、はい、了解です。ってことはじゃあまずこの、うん、これを、ね、建築マニアの建築に対する着眼点と推しポイント、はい、やった、一番聞きたかったやつよてかさっき語れなかった部分多分ちょうどそこにあるフォーカスそこが残ってたから、うんうん、ちょうどいいかなと思った、うんうん、これベジータと、うん、ベジータにその、うん、まあ、今日はね、建築ミルゾーさんが来てくれるよっていうこともなって、うん、でそれで何の話の流れだったか忘れちゃいましたけど、出た時にいや建築をやっている人はポケットには必ずメジャーが入ってるって話をそうしたんですよ。そしたら、うん、なんだ、変人扱いというか、って、なんか、そんな嘘、それは嘘ですよ、みたいな、リアクションをつけ。そうそう。ちょっと。なんかその、ミルゾーさんのストーリーで、そのなんか、ホテル、旅館とか行くと、なんかめっちゃ測量するみたいな、なんか、へこみのとことかすごい測量するみたいなの見て、うん、なんか変わってるなって思って、葵に言ったら、いや、みんなやってるよって言ってて、そう嘘だろみたいなあれ、みんなやるんですか。インスタで僕自己紹介するときに分かりやすく建築のその、知ってる人ってちょっと頭おかしい人が多いですよっていうのを示しただけなんですけど、実はみんなみんな分かるかな、みんなやってる、うん、そうだよね、そうなんだそうですね、僕測りたくなっちゃうの、測りたくなってか、ならないと、なんだろう、おかしいぐらいのことを思ってるかも、みんな、もしかしたら。そうなんだ。そう。なんかその、うん。はい、なんかその、やっぱり、まあ、建築ってなってくると、その、なんだろう、100メートルの幅の建物を、設計すると同時にそこの中にあるオフィスの
机の高さが680ミリがいい、かつ、まあ、なんかその横幅が900がいい、まあ、これ僕の寸法ですけど、680、900がいいっていうのが、まあまあ、僕の中 の, その最強の寸法っていうのがあってで、多分みんなにとっても良いっていうのが、まあ、結構バッファーでいろいろあると思うんですけど、でそれをこう僕たちで一応そのなんか学生のタイミングで作ったような気がしていて、だけど、まあ、旅とかに出ると全然その僕の寸法感とは違うけどいい場所があったり、僕の寸法感と同じなんだけどめちゃくちゃ使い心地悪いところがあったりして、え、なんでこれ悪いんだろうって思うっていうか、でやりますよね。なるほど、そうですよね。それもすごいありますね。だからもちろんやっぱそのなんだろう、手すりとかあるいは階段の段差とか、まあいろんなものがあるんですけど、だから人間が直接関わる部分でどういう、あの寸法 の, あの関係で具体的にどういうふうに作られてるんだろうっていうのを、まあ、チェックするためにやっぱ測るんですけど、そもそもじゃあなんでチェックしてるのかっていうと、ですね、これが僕は一番大きく言いたいんですけど、やっぱ建築とか、まあ建築だけに関わらず、そのありとあらゆる空間についてそう思うんですけど、やっぱ僕、まあ、建築やってる人は特にやっぱそう思うんだろうけど、やっぱこの空間素晴らしいなとか、この空間素敵だなとか、あ、ここにいると落ち着くなっていうのをみんなちゃんとなんでだろうみたいな、そこをなんでそういう風に感じるんだろうっていうのをすごい探求したいんですよ、きっと。で特にやっぱそういう感受性が強い人たちだから、あのこれとこれはなんでこういう風に違うんだろうとか、そういうのをすごい言語、まあ多分言語化っていう言い方が適切なのかもしれないですけど、まあ、具体的になんでそれがそう違うんだろうっていうのを、言いたくなるみたいで、そのために、あ、寸法がじゃあここがちょっと違ってたからこうなるんだとか、何かしら取っかかりを見つけたくて多分みんな測ってるんじゃないかなって僕は思ってて、で僕少なくとも僕はそうだし、やっぱりなんかホテルとかってやっぱ滞在する時間長い、ちょっと長いから、なんか、あ、ここにいるとこういう幸福感じるなとかすごい思うんだけど、なんかそれ抽象的に終わらせないで、あ、なんかここの窓の高さがこういうふうになんか開けてて、でこの風景とこういうふうにつながってるから、あ、なんか気持ちよく感じるんだとか、あ、廊下がこれだけちょっと狭いと人とちょっとすれ違うときこういうふうになるけど、でもなんかそれが逆に面白いのかもっていうふうに思ったりとか、なんかちょっとでも具体化してなんかその原因っていうか、なんかその漠然とした建築とか空間がどういうふうに面白く感じれるかを、そう、なるべく共通理解で分かりやすくするために測ってるってのあります。なるほど。その要素出しして何かに生かしたりとかしたいみたいな感じなんですか。そう。だから、そこで知ったことをちょっとメモったりして、だから僕の場合それ、その場で実測してすぐ図面を起こしちゃうんですけど、そこは図面を起こすんですね。すごい。そういう人はさすがにそこまでいないと思うんだけど、でも、そういうストックが溜まっていくと、やっぱ自分が設計するときとかデザインするときに、あ、なんかこの、そう、寸法ってよかったなとか、あ、こういう収まりってよかったよなって思い出したりとかっていうのはすごい思いですよね。ね、そういう、蒼井くんもそういう感じでしょ、多分。そうですね。僕、その、ノートとか、僕、その、いや、建築の人って、まあ、パターンが2つあって、あの、クロッキー帳みたいな無地のやつをやるタイプがいるんですけど、ちょっと僕、無地苦手すぎて、僕は、あの、無印良品にある、この、あの、ルーズ、5ミリの、あの、入ってるルーズリーフを買って、これ、多分10年ぐらい使ってるんですけど、僕はこういうちょっと5ミリの寸法のやつで、その寸法に関してはちょっとメモってますね。フリーハンドで厳しいっていうのがあって。なるほど。そうですね。で、推しポイントってでもそういうことじゃないよね、ベジータの聞きたい。そう、私ので言うと、そう、なんかその、これいいって思った時のやつ、なんだろうな。じゃあ、例えば、その渋谷に降り立ちました。で、なんか、バーって見て、その時に何が見えてるのか。この、建築的に街を見た時に、どこが、その道路なのか、
か、なんかその建物の高さなのか、形なのか、装飾なのか。うん、僕喋っちゃっていいですか？大丈夫です。いいですか？僕は、ちょっと意外って思われるかもしれないんですけど、僕、都市にあるもの全部一旦ゴミって思うようにしてるんですよ。本当に本当に。うん、で、うん、ありどんな有名な人が作ったものでも、なんか、うん、僕の知識が一旦あるものでも、一旦全部、なんか、くだらない、うん、取るに足らないゴミだって思うようにしてて。でガラクタかそれ以下のものぐらいって思うようにしてて、うん、それでもなお自分に響いてくるものってあるんですよ。で、じゃあそいつなんだろうみたいな。で、まあ、インスタでも、インスタのアカウントでも僕がしばしば行ったりとか、あるいはなんか最初の方になんかぼーっと見ることの大切さとか言ってるんですけど、ありますね、それは、そうなんか、あの、何も、なんか感性を大事にしろとか、あの、なんだろうな、あの、いいものはちゃんと見なさいとかそういうこともあるんだけど、それ以上に、うん、まあ、一旦全部リセットして、あの、うん、なんか全部なんかこんなもの人が作ったくだらないものだって思ってるにもかかわらず響いてくるものってなんだろうぐらいに思っといた方がいいよみたいな感じなんですよ。おちょっとそうなんですね。そう、でもそう思うと、うん、本当に自分に響いてくるものとか、あの、結構あったりして、 そう、うん、その時の感動ってなんだろうみたいな、なんか僕はね、もう本当それぐらいでいいと思う。それが基盤となって、うん、そう、あの、都市の中でいろんな輝いてる建築とか空間を見つけたりして、うん、っていうぐらいで僕はいいんじゃないかなみたいな、うん、なるほど、そうなんですね、うん、そうすると誰でも、そう、いろんな都市とか建築とかいろんな空間の幸福を見つけられると思うんですよ。僕はそれぐらいでいいんじゃないかなみたいな思ってます。なるほど、うん、へえ。え、葵はさ、パーって降りたらさ、あ、あれもあれもなんかすごい綺麗みたいな感動するの？ね、ちょっと僕、ちょっと建築ミルゾーさんが出身どこなのかって話をちょっと僕聞きたいなと思うんですけど、はいはいはい、僕東京生まれ東京育ちで、しかも東京の、うん、台東区生まれ台東区育ちなんですよ。うん、で、台東区、いや違うな、台東区のせいじゃないな、東京にいるという自負が、まあ、結構あるおかげで、なるほど、東京のことは大体分かっていたいし、うんうん、分かっていると思ってるんですよ。なるほど、はい、そう。で、そうしたときに、僕が結構やっぱ散歩とか好きなので、東京をこう歩いたときに、僕は結構なんだろう、マクロな視点で見ちゃうことが多くて、外区ベースで見ちゃうんですよ。外区っていうのはその道のパターンですね。多分建築をやってない人としては、うん、これ多分ベジータと2、3回ぐらい喋ったことあると思うけど、うん、今ここにいます。で、私は渋谷スクランブルスクエアに行きたいですって言って出てきた道あるじゃないですか。でそれって多分建築やってない人からするとただのその経路でしかなくて、全くどうでもいいものだよね。その間には何のデータもないと思うわけだけど、うんうん、だけど僕はその結構道の構成とかがすごく大好きだし、うん、東京って思ったより標高差があったり、すごくそういうところが面白いと思っていて、うん、で、だから僕が街に、知らない街にポンって出た時に、まず何を思うかっていうと、この道、この街は、グリッド、格子状に道ができているのか、それとも地形に沿っているのか、それともまた違う、行動があるのかってことを僕は見ちゃうんですよね。ほう、そうなんだ。うん、道ベースなんだ、その建物より先に道。そう。例えばちょっと今画面の共有で東京を出したんだけど、こっち見えない。あ、見えない。うん。ち
ちょっと待ってね、共有を一旦止めて、葵子はでもやっぱあれだね、都市とか、やっぱその、なんかそういういろんな、なんだろうな、建築を取り巻いてる環境とか好きなのかもね。そうなんですね、僕は多分そうなんだと思います。演劇とかもまさにそういうところあるし、なんか、なんかそういう動きとかいろんなものが好きなの。これ共有できてるかな？あ、うん、見えた。で、これ、まあ、こう見ると結構いろいろ面白いことが分かって、いろいろ面白いこと あの、なんだろう。あ、ごめんなさい。ちょっともう一回共有します。ここに、やっぱりその道がどう、めちゃくちゃ可視化されてるんだよね。で、これなんですごい道が見えるじゃん。僕たち今これ地図見ただけで。見えるでしょ。これさ、おかしくない？普通変じゃない？だって東京ってめちゃくちゃ建物が密集してるはずで、で、建物の上なん、屋上なんて別にそんな色変わってないんだから、こんな建物の、なんだろう、道の形が見えるのって変なんだよ。もし全部同じ高さで建物が建ってたら、こんなの出るわけないの。このなんかちょっとさ、黒く見えるじゃん、この道が全部。ちょっと黒く見える。でしょ？そうだね。で、新宿なんてなんか真っ黒じゃん。なんか黒いじゃん。そうだね。不思議じゃん。これ何も考え、ね、何も前提知識ないで。不思議なんだよ。不思議でたまらないんだけど。これ答えを言っちゃうと、この建築の東京都の放棄で、この道上ってのは、容積率が緩和されてて、こういう、普通の、なんかちっちゃい道のところとかは、4階ぐらいまで、5階ぐらいまでしか建てられないんだけど、この道すがらのとこだけは、10階まで建てられますっていう状態に、東京都の、なんだ、こう、ルールがなってるから、ここだけやたら高いの、建物が。から、上から見ると、ちょっと影ができてて、ちょっと陰影が見えて、その目によって、こう、道が見えてるんだけど、これめちゃくちゃ不思議だし、これやっぱ東京って結構変な街で、パリとか見るとめちゃくちゃ直線で道を切るわけ。で、それこそなんかこう、札幌とかに住んでる人とかになってくると、そのやっぱ札幌はこう、格子状に街があるから、こう、2本行って3本行けばいいっていう感覚になるんだけど、だけどそうじゃない、街とかに行くと僕はちょっと結構盛り上がっちゃいますね、心が勝手に。テンション上がる。だいぶ変態だと思うよ。じゃあまあ着眼点はそうなのか。お二人の推しポイントみたいな。他になんか。もう一回戻してたけど、はい、さっき言ったのは、なんか、でかい、なんだろう、一般の人も共有可能な見方みたいな話の仕方をしちゃったんですけど、僕自身、本人で言うと、なんだろう、もっとダイレクトな建築の形だったりとか、あるいはその素材とかだったりとか、あと、もっと言うと、なんだろうな、だから僕ね、建築家でいうと、アルバートとかスカルパとかっていうの、まあ、インスタフォローしてくれてる人は、すみません、後々またちゃんと解説します。まあ、アールとはちらっと解説したんだけどね。まあ、でも、なんかね、好きなのはね、パッと見、そこで何が起こってるのかよく分かんないみたいなことがあるんだけど、よくよくそこの空間を味わったりとか、体験すると、そんなこと起こってたんだみたいな、なんかそういうちょっと罠を張られたような、なんかそういう、なんか小説で伏線を張られたじゃないですけど、なんかそういうのすっごい好きなんですよ。で、多分それは僕がちょっと
そういう性癖だからかもしれないけど、なんか、なんか、あとで気づくと怖い話みたいな。なんか、ちょっとそういうね、なんか、そんなところまで考えてたのか、この人みたいなのを発見するのやっぱ好きで。うん、で、そこまで、そう、細かくやってる人はすごい、個人的には好きですね。日本で言うとやっぱ、一回ちらっと解説したけど、村野東吾さんっていうその建築家もそうだし、うん、そういうやっぱなんかね、なんだろう、まあ、ディテールって言い方するけど、だから細かいところまで設計してるんだけど、なんかそれはちゃんと意味があったりとか、いろんな伏線だったりとかが絡まってきて、なんだろう、すごい濃密な体験とか、なんだろうな、気持ちいいって感じさせることとか、そういうのをちゃんと、仕組んでるっていうか、そういうのをちゃんと考えられてるっていうのは僕すごい好きなんですよね。まあでも全ての建築家みんなそうなんだけどね。スカルパ、そうスカルパで、スカルパはまだごめんね、インスタフォローしてくれてる人はまだ全然解説できてないんですけど、これはもうね、本当なんだろう、これね、イタリアの建築家なんですよ。で、ベネチアで主に活動してたのかな。で、ベネチア近郊とかでもたくさんいろんな美術館を作ってるんですけど、でこの人はもうね、改修の建築家なんですよ。でイタリアってその石造りの都市だから、それこそ建築の建て替えとか新築とか全然作れないんですよ。で、その古くもう何世紀も残ってるような建物を改修して、いかに現代に、その、まあ、現代って言っても、スカルパが生きてたのは1960年代とか70年代とかそれぐらいなんだけど、そういう昔の都市にどうやっていかにフィットさせるかみたいなことをすごいたくさんやってて、でその時に彼がやってたのは本当にベネチアで使われている材料とか、あるいはその近郊で取れるそのいろんな材料をうまく組み合わせて、美術館とかで、しかもなんかね、遺跡とか、あるいはそこで昔からの保存されてるいろんな建築もそうだし、美術とか、まあ、イタリアって本当にすごいハイコンテクストだから、いろんなものが素晴らしいものが残ってるんだけど、それをいかに、これこそが本当にいいなんか見え方をするんだとか、こういうふうにこれはもっと自由に見れるんだみたいな、なんかね、投げかけっていうか、うん、そういう、なんだろう、見に来る人たちを楽しませるってことをすごくちゃんとしっかり考えてた建築家なんですよ。で、ちょっとね、本当紹介しきれないんだけど、この建築家本当にすごい、なんだろう、この彫刻は普通に並べると正面からしか見れないんだけど、もっと後ろ回ってこういう風に見てほしいとか、なんか振り返った時にこの彫刻はこういう風に並んで見えるとかっこいいんだとかっていう風に、なんかね、少し独特なんだけど、でも必ず美しさとか感じられるような見え方をすごい彼なりに持ってて、でそれを何だろう、現代の人が見てもわあ美しいな、かっこいいなっていう風に感じれるように作ってる人なんで、まあ、ちょっともうちょっとなんか言語化したらちゃんと解説できるんですけど、まあ、でもね、やっぱ改修ってこと自体やっぱ現代すごいテーマだし、まあ、みんなリノベって言ってるけど、まあ、なんかだから古いものをどう生かすかとか、なんかあるいはこういう美術品とかね、特にその何だろう、いかに価値の固まっちゃったものをどうやってほぐすかみたいなことってすげえ大事だと思うんですよ。で、まあ、建築自体もそうだと思うんですけど、なんか僕それだから、なんかそういった意味でこの建築家とかすごい好きなんですけど、まあ、ちょっと熱くなっちゃうな。だから、またちゃんとこれはアカウントの方とかでも解説するようにします。これはね、本当すごい建築家なんですよ。うん。うん、なんか。でもなんかね、この人の設計とか見ると本当に、なんかセンスで全部やってるように見えて、ちゃんと、それこそ細かい寸法とか、そのディテール、まあ要は細かいものの収まりとか、そういうのをすごいしっかり、考えられて作ってるので、すごい解説しがいがあるっていうか、この左の写真に写ってるオリベッティショールームとか、ベネチアのサンマルコ広場に接してる、すげえ、誰も見向きましたね。普通に観光客とか、みんな素通りしちゃうような建物なんですけど、でも建築学生とか多分みんな行くようなところなんですよ。でも、うん、まあ、具体的に言うとタイプライターって言って、オリベッティ社のそのタイプライターを展示してる空間なんですけど、こことか、本当にね、すごい。多分これ解説するだけで僕のアカウントが、
あの1週間分埋まるんじゃないかってぐらいの。それぐらい好きなあの作家さんだし、うん、面白いですよね。うん。面白い。すごい。ずっと聞いてたよな、これ。ごめんなさい、ね、そうそうそう。まあ、あれよ、めちゃくちゃ建築関係ない、例えにしちゃうと、僕たちはその、ある種のアイドルに、ハマっている人たちですから。うん、そっか、なるほどね。そう。誰推しみたいな感じですね。推しの、そうそう、アイドルがいて。スカルパ推しっていう感じなんですね。そう。なるほど、それなら分かるわ。この子がここの歌の2番のここだけソロでこの曲を歌うのはこういう意味があるんだってことを僕たちは言ってます。分かる分かる。そのね、振りをさ、みんな同じ振りだけどちょっとこういうアレンジがいいとか、握手会でこうしてくれるとか、バラエティのこういう感じが好きとか。そうそう、それめっちゃ分かったわ。そう、ダンスの振り付けで全員同じなんだけど、この人は一回左を見てから何かをやるっていうのは、とか、この人とこの何期でずっと同じでみたいな、そういうことで言ってます。そうそうそう。めっちゃ分かるわ。アイドルは、劇場や週末やメディアでしか見れないじゃないですか。でも建築はすぐそばに、はい確かに、ただだし。で、ね、最高っすね。うん、だから、そうそうそう。だ本当に、やば、やるときに思ったのは、いやもう、うん、なんかいや、みんな変態になっちゃうみたいな。みんな幸せですね、それ、やばい。僕、365日楽しいんですよ、うん、本当に。ね、毎日ライブみたいな感じですもんね。本当に、本当にそうなんです。やば。みんなが死んだ顔して都市歩いてる中、僕だけいつも目キラキラして都市歩いてて。いいな、それ。僕にとってはそれが普通だったんだけど、いや、みんなその幸福感じれた方が絶対いいよなって思って。そう、で建築って本当に逃げない。どこにでもあるし、うん、スキャンダルとかも逃げないし、みんな一番楽しめんじゃんみたいな。本当極端なこと言うと、まあ、なんかだから会社でね、いろいろなんか全然いいことないとか、そのね、学校通って全然楽しくないとかあったとしても、この空間私好きとか、いや、この建築のこういう空間だったら私落ち着くんだとか、そういうの増えてくれたら絶対幸福度上がるじゃないですか、みんな。だから、絶対その良さみんな、ちょっとでも 10% でも 1% でもみんな共有できた方が絶対みんな良くなる。そうそう、うん、いや、すげえ思った。いやー、めっちゃいい。なりたい。私も変態になりたい。このなりましょう。なる。別のジャンルであればオタクだから、多分ね、素質あると思う。あれ、表参道でひたすら俺が喋る回いたでしょ、だって。うん。そう、あれ楽しかった、めっちゃ。そう、なんか、葵が、なんか6時間くらいずっと建築を歩きながら、なんか喋ってくれて。めちゃくちゃ楽しかった。俺が一回も行ったことがない、表参道のトッズ、うん、伊藤豊のトッズ、もうトッズじゃないんだけど、に、さも買うかのように入っていく。で、ただ見て。この人スーツ着てきたんですよ。その隣のヒューゴボス。めっちゃ清掃みたいな。そう、その隣のヒューゴボスに行って、さも買うみたいな顔して、入って、だけど、どう考えても店員としては、こいつ買わねえって思われてるから、何こいつって顔されながら。ひたすらその内装の木を触ったりしてたね。いやでもね、いや懐かしい、あれよかった。そう、でも本当に建築の見どころって僕が伝えたいのはそこなんですよね。だからなんか逆なんですよ。なんかその今までの見どころっていう言い方って多分なんだろうな、なんかその本当に専門の人しか分かんないこととか、いや、これを知ってる俺ってかっこいいだろうみたいなこともあると思うんですよ。で、僕ももともとそうだったから、そこは否定しないんですけど、うん、でも、根本はすっげえめちゃめちゃ俺考えたら、やっぱ、いや、みんな人類それ共有できた方が絶対幸せだろうみたいな。もうみんな、それこそベネチアのサンマルコ広場行ったら、みんな、オリベッティショールーム行ってよだれ垂らすぐらいとか絶対ちょっと大げさだけど、でもそれまあ極端だけど、それぐらい行っても別に悪くはないだろうみたいなこと思ったりして、そう、
でやっぱりよくよく考えてみたら、特にっていうかさ、今のご時世とかまさにそうだけど、やっぱ人間ってほとんど建築に接してる時間長くないですか。で、いや、生きてる間とかやっぱ都市とか建築に触れてる時間ってすげえ長いし、そこでいかにこれって面白いなとか、あ、これとこれってこういう風に違うんだ、なんでだろうとか、まあ、いろんな感じ方をして楽しむとか、絶対人間として生きてる時間を楽しめる密度って上がると思うんですよね。で、僕はその方が絶対いいなみたいな。で、なんかやっぱ今の時代ってなんかその幸福感って、まあそのまあ、貨幣かそれか人とのコミュニケーションか、まあ現代的に言えば SNS ぐらいしかないかなと思ってて、いやそれちょっと価値観狭いだろみたいな。なんかその見えないものとか、あの、なんだろうね、肌感で感じれるものも大事なんだけど、いやもっと現実的に見えてる今接してる空間とか、あの形とか、その素材とか、まあ、そもそもどういうところに立ってるのかとか、なんかそういうものをもっと見えた方が多分きっとみんな楽しいし、楽しく感じれる人が増えたら絶対もっとおしゃれなものとか増えるし、あ、いい建築とか増えるし、絶対みんな良くなるなみたいな、そういうことを感じて、うん、そう、あ、ちょっと熱くなっちゃって、そういうのやってますね。はい、うん、はい、いやそうだよね、うん、はい、うん、これでベジータ分かった、うん、だいたい分かって、じゃあなんか1個か3個か、なんかその推しポイントみたいな。あ、推しポイント、推しポイント、なるほど。やはりその推し建築家でもいいよとかで、あ、推し建築家だからなんか、うん、あ、私あのミルトさん見た時、そのザッハのなんかここが昔は嫌いだったけどなんか今は好きみたいな、ああいうなんかこだわりがすごいいいなって思って、うん、なんかそういうこの推しポイントなり推し建築家が知りたい。まあもう無限に時間必要なんですけどもう3つくらいにまとめましょう。もうあの伝わらなくてもうちょっと諦めながら、うん、あえて言いたいこいつみたいなやつとか、そのポイント誰だろうな、ね、どうしようかな、ね、いろいろあるけど、まあでも最近解説したミースとかは僕すごい、さっきのスカルパと真逆なんですけど、あのミース・ファン・デ・ローエっていう人がいるんです。そうそうそう、ほうほうほう、なるほど、なるほど。ちょうどだから20世紀の初頭から活躍し始めた人で、まあ、1920年代からその後半まで生きてた人なんだけど、まあ、要は今のオフィスビルとか都市の風景を作った人なんですよ。で、もっと簡単に言うと、もっと簡単に言うとっていうか、それまでの19世紀って、まあ、僕のアカウントでもちらっと解説してるんですけど、うん、要はあの装飾したりとか、あのコテコテの、まあ、言ってしまえば人の自由度とかあんまり考えない、コテコテの建築が、教会とかね、それこそそういうのがたくさん、うん、デザインの力をあのなんだろう、みんなデザインが頑張ってるのはそういう建築ばっかりだったんですけど、うん、そこから一転してもっとあの人が効率よく働ける空間とか、あの人が住みやすいっていうか、なんだろう、人の居場所としてもっと効率のいい場所とか、なんか自由度が高い空間とか、なんかそういうのを求めてたのが20世紀で、でそのことをモダニズムって僕は言ってるんですけど、うん、でその中で一番僕はもうあのトップランカーとして活躍してたのは、そう、今ここに出てるミース・ファン・デル・ローエっていう建築家なんですよ。で、見どころっていうかね、もうね、この人自体が本当に今の現代の都市の風景を本当に大きく作ってるなっていう感じはするんですよ。で、極端なこと言うと、この人って本当に、まあ、こういうね、家具のデザインもすごい上手な達者な人なんだけど、建築自体をすごくシンプルに捉えて、いや、床が積み重なって効率よく重なればいいじゃんみたいな、もうそれ以上のデザインって必要なくねみたいなことを考えてる人で、だからあの住宅のデザインにしても、そうオフィスビルにしても、もう床しか見えないみたいなことをやってるんですよね。このデザインの考え方って今見たら、
あシンプルでおしゃれぐらいにしか思わないかもしれないけど、19世紀の人たちが見たらびっくりですよ。それこそ本当にペストが流行ってたりとか、ああいう教会とかね、なんかがすごい強かった時代とかから見たら、なんかびっくりするっていうか、本当に風景しか見えないとか、そんなことできんだみたいな。で、なんか建築の、その、なんだろうな、建築が、そこに存在しなきゃいけないとか、建築が、なんか神のような、なんか扱われ方をして、なんか神々しくとか、あるいは仰々しく存在しなきゃいけないって思ってた人たちの時代からすると、こんなに透明ですごい存在感がなくて、すっきりした、なんか、もう床しかないみたいな建築ってマジで、あの、本当に意味わかんないと思って、意味わかんなく見映るんだろうなと思ってて。で、現代の人は本当にそれが当たり前って思ってるんだけど、なんかやっぱね、こういうのを、こういうこと自体がすごいなってことを感じれると、なんか本当、そうそうそう、あの、オフィスビルのね、ああいう世界も楽しめる、ちょっと楽しめるかなって思ったりするんですよね。そう。うん。で それ以上いくとね、多分ね、ほんと、あの、細かくなっちゃうんだけど、だから。ありがとうございます。ファサードでそう、うん、ガラスがどういうふうに見えるのかとか、あの、うん、それこそ床が重なってるデザインはどういうふうに見えてるんだろうかとか、あ、この建築、あえて床を見せないで、うん、あの、縦のラインを強調して見せる。で、それは何でだろうとか、そういう、そういうのをね、すごい細かく考えたりするんだけど、まあ、ざっくり言うと、でも、20世紀から21世紀にかけては今、まあ、20世紀だけかもしれない、もしかしたら。でも、まあ、とにかく床っていうか、その人間が実際に接してる、なんか建築の床っていうのをいかに自由に考えられるかみたいなのをすごい発展してきた時代だから、うんうんうん、だからそういうのすごい、あの、なんだろうな、なんか、だから、まあ、もっとまとめて言うと、僕は多分窓とか、まあ、ガラスとか壁とか床とか何でもいいんだけど、いろんなものを見たときに、うん、いかに人間が自由に、あるいは美しく、そのすごい各々自由に感じられるように発展してきたんだろうなっていうふうに考えるのがすごい好きで、それをそう、そういうふうに、そういうふうに感じるのがきっといいことなんだろうなって思いながら見るのがすごい好きです。なるほど。すみません、あ、だから全部熱くなっちゃう。そう、そういう感じ。ありがとうございます。いや、面白いです、めちゃくちゃ。はい。はい、なるほど。なるほど。あ葵の推しポイントか推し建築か。ああ難しいですね。ちょっと僕の興味、いや僕が率直に日本の建築家で一番好きなのは、まあ、あの伊藤豊さんなんですよ。伊藤豊さんね。はい。いいよね。あのですよ伊藤豊さん、あのディアンの方って覚えていただければ。いいんですけど、これ見に行ったよね、あの、トッズ、旧トッズ。行った行った、あの、はい、欅のやつ、あ、違う、欅じゃない、これは。いや、欅ですね。欅のやつだよね。これ違う、これ銀座だ、ごめんなさい。これ銀座の方にある、ちょっと違う方だ、これ、多分。二、つ並んでさ、幹と枝、葉脈なんですっていうやつ。そう、うん、とかやっぱり僕がやっぱり建築で一番面白いなって思うのは、そのやっぱり建築って人々の住んでる場所だったり仕事してる場所だから、自分たちのその習慣ってものにすごく根付いちゃっていて、なんかこう本当は必要ない機能とかをそのまま残しちゃってることって多分きっとあるんだよね。で今の時代だとすごく不合理になっていたり、本当は欲しいのは窓っていうことであって、四角い窓っていうことではなかったはずなのに、窓が欲しいからじゃあ四角い窓にしようとか、なんかこう本当は部屋って別に四角である必要ないんだけど、なるほど、なんか四角い部屋がいつの間にか欲しいと思っちゃってってるわけじゃん、僕たちって普段生きてると、ついついそれしか見ないから、うん、だけど僕伊藤さんのすごいなって思うところは、あの、まあ、特にその2011年以前の伊藤豊さんって本当に自由で、あの、うん、何でもまずなんかこう
いや、ちょっとわかんない。僕、伊藤さんの本って実はあんまり読んだことがないから、思想はわかんないんだけど、うん、なんかある機能を、なんかこう、もともとあるもの、もともとある、例えば、な部屋とかだったら、マンションの部屋とかだったら、四角い部屋とか、そういう、なんだろう、元の決まってる、なんとなくのスタイルっていうのがあるんだけど、それをこう、まず疑ってかかって、それに対してこう、自由に発想していく形っていうのは、ものすごく、うん、伊藤さんってすごくあって、で、それが僕すごい面白いなって思って、この今出てるのがこれ、伊藤さんちってやばいね。ちょっと待ってね、これかな。伊藤豊さんの自邸ってのがあって、めちゃくちゃ面白いんだよ。面白い形してて、かまあ、形も面白いんだけど、この窓を開けると、ところとかが、そう、シルバーハット。うん。窓を開けるところが、自動車の、窓を開けるときに、古い自動車って、回転させてこう、窓を開けるんだよ。うんうん、それの回転させる機構をそのまま使ってたりしてて、要するにこの住むっていうことの本当の僕たちにとって住むってことの快適さって何だろうってことで、いろんな形をめちゃくちゃ試してる人で、その柔軟さも面白いし、なんか図面とか見てみると、なんかなんだろうな、いやそれこそこれもなんか自由にやってんなみたいな気持ちにちょっとなるんだけど、でもよく見てみると、あ、なんか意外と設計されてるみたいな、ごめんみたいな。で、めちゃくちゃびっくりするっていうのがあって。いや、わかる。あ、いいですか、喋って。どうぞ。うん、はい。伊藤さんの、最近でもないけど、4年前ぐらいからに作られた、岐阜のメディアコスモスっていう図書館があるんですよ。はいはいはい。で、葵くんはもちろん知ってると思うけど、それが、建築写真で見たときは僕、おーすごいなって思ったぐらいなんだけど、うん、俺、現地で見たら僕ね、ほんとすごい感動しちゃって、いや、ちなみにベジータさんこれ知ってますか？知らないですね。これ図書館。図書館で、これ図書館。うん、そう、外観は本当に2階建てのね、そういう上の方にあるか、その建築なんだけど、うん、そうな、いやすごいよね、中入るとこの木の格子で作られた、天井がこう緩やかにカーブして、まあ、膨らんでたりとか、うん、いろんな天井の高さを作ってて、で光ってる部分は、うん、そこトップライトって言って、要は自然光が入るように、うん、ガラスの、ね、窓を作って、はいはい、そこに光入る、でそにクラゲみたいなこういうでっかい、まあ、これカーテンデザイナーとか入ってるんですけど、こういう大きな傘を作って、でそこで本読んでくださいよみたいなコーナーを作ってるんですよ。で、僕ここ行った時泣いちゃったんですよ。ですごい。一人旅で行って、たまたまその岐阜に行ってこの建築見たんですけど、建築って普通、まあ僕ね、後でまたちょっと話したいんですけど、サナーとか要は現代建築でイケイケでみんな若い人がチェックしてるの建築って、本当に建築を好きな人とかセンスのいい若い人とか、それぐらいがなんか好んで行くような場所にしか、あ、場所っていうか、そういう人たちしか集まんないようなイメージあったんですよ。でもだからね、公共建築ですごいいろんな人に祝福されてるなっていう状況ってあんま見たことがなくて、もうね、これ見に行った時はね、本当この光のこのクラゲの傘の下で危機として本を読んでる人たちって、老人の人とか子連れの親子とか、なんか受験勉強してる学生さんとか、そういう人たちばっかで、なんか今まで僕が見てきたような美術館とかで、なんだろう、ワイワイ見てるすごいセンスのいい学生さんとか建築に興味ある人たちじゃなかったんですよ。あ、ほんとこんな感じでね。しかもそれが図書館って普通さ、すごい暗いイメージないですか？なんか本棚とか
そう、本棚とか高く積み重なってて、まあ、それは蔵書スペースをなるべくそう制限しなきゃいけないからなんだけど、なんかあの効率よく空間を収めるためになるべく本棚を高くしてこう人が集まるスペースを、あ、人が読むスペースとか本を探すスペースっていうのをすぐにあの暗くしちゃうんだけど、ここの空間って、本棚自体は閉箇書庫って言って、要はその本を集めるスペースは別であのすごいあの凝縮して作っちゃって、で、実際に本をみんなが探す空間は開箇書庫の空間はすごい本棚の背を低くして、あの図書館全体があの見渡せるようにするみたいな。で、そうすると図書館全体で本を読んだり本を探してる人が見渡せちゃうんですよ。で、あの図書館って本当に今までそういう体験したことなかったから、すっごいそれがあの美しいなって感じて、でもうとにかくそんなことはどうでもよくて、もういろんなありとあらゆるどこの空間に行ってもなんかね、あ、俺も泣き出しになっちゃった。そう、とにかくどこの空間行っても建築に対しても人が本当に幸せそうにあの接してるっていうのを見れて、あ、すごいなんだろうな、感激しちゃったんですよね。だから、そう、これでね、伊藤さんって本当にパワフルな建築を作る人なんですけど、とびきりこのメディア、まあ、でいろいろ伊藤さんの建築見てきたけど、とびきりこのね、メディアコスモスは本当に、なんだろうな、あの、まあ、建築の歴史でどうとか、そういうちまいこととか抜きに、すげえ、あの、なんだろう、建築と人間の、あの、幸福っていうか、そういう幸せを、なんか結びつけてくれた人だなって思ってて、すごい感激しました。ほう。ちょっと、なんか、なんか割り込んじゃって、なんかすごい好きなんですよ、本当。うん。うん。わかります、わかります。で、そのつながりで言うとね、サナーっていうのが好きなんですよ。だから、ちょうど伊藤さんのね、弟子にあたる、葵くんも知ってると思うけど、その、はい、出島和代さんっていう人が、あの女の人なんですけど、伊藤豊の事務所から出て、確かに伊藤さんとね、めちゃめちゃ喧嘩したりとか、仲悪かったって僕聞いたことあるんだけど、なんかね、あ、そうなんだ。まあでも、なんか、今はすごい、もちろん、あの、仲いいっていうか、もちろんね、お互い認め合ってる関係だけど、ちなみに、プリッツカー賞って言って、世界の、あの、なんだ、世界の建築の、あのね、トップランカーの賞をいただいたのは、サナーが先な、つまり、伊藤豊の弟子が一番先にいただいてるんですけど。へー、そうなんだ。マジですごいっす。で、サナーは僕がね、建築ミルズをやったときに最初の方に紹介しようとしたんだけど、ただ、これ紹介しすぎると、ちょっと、なんだろう、建築ってこんな白くてかっこいいものだっていうのがちょっと強すぎるかなって思って、一回控えました。でも、あえて。で、ただ、でも後々、今の、僕、今ね、インスタで建築の歴史をちょっとゆっくり解説してんだけど、まあ、それが現代建築の話まで戻ってきたら、ちょっとこれに戻ろうかなと思って。で、うん、一言で言うと、このサナーって建築家、まあ、見れば分かる、もうね、スタイリッシュでかっこいいっていうのはみんな分かるとは思うんだけど、もっと言うと、建築の面白さをめちゃくちゃ分かりやすく、しちゃった人たちなんだなって僕は思ってます。で、なんかね、ガラスだったりとか、透明だったりとか、白いねとかっていうのは、表面的にはあるんだけど、なんかね、なんつったらいいんだろうな、なんかね、今まで建築って難しくしないといけないって思い込んでたような節が多分結構歴史的に長くあったんだと僕は思ってて、でだから解説するのに、ね、苦労するんですよ、昔の建築とか解説しようとすると。なんかあのそうこういう風に噛み砕かなきゃいけないかなっていろいろ思ったりするんだけど、サナーの場合はなんかね、それが一気に下がる、そのハードル一気に下がる。この人たちは本当に説明しようとしてることと作ろうとしてる、あ、作った自分たちのデザインがなるべくもう一般の人たち、どんなに建築が分かんない人たちでも面白いって感じれるように作ろうみたいなことを思ってて、だからね、まあ、建築の見どころの話で言うと、本当この人たち、サナーの先は多分ね、素直にどんな人たちも楽しめると思うから、本当にあのしかもセンス、めちゃめちゃセンスいいし、あの見てほしいなと思います、うん、すごいめちゃくちゃかっこいい。やっぱね、なんかあの白くてシンプル以上のことがたくさんあるんで、まあ、僕はそれをだからあの解説したいなと思ってずっとよだれてました。あ、だからこれ
これ解説しちゃったけどね、だから21世紀美術館とか、うん、そうで、あれめちゃくちゃ面白かったです、あの解説。そうこれ僕3月の9日ぐらいに、やっぱり金沢21世紀美術館見に行ってないと人品だと思ってたから、うん、見に行ったんですけど、あのもうコロナで閉館で、あの無料部分しか見えなくて、うん、無料部分は全部あの画像と図面で見てんねんって思ってかわいそう。すげえ腹立つ。これは僕高校生の時に、ごめんなさい、金沢の画像をもう一回出してもらっていいですか。はい、出します。僕ね、高校生の時に建築最初にね勉強しようって思った時に、まあ、親にせがんで、まあ、一人旅分の1週間ぐらいかな、まあ、5万円だかそれぐらいもらって、一人旅分のなんかお小遣いもらって、でなんかね行って最初に見に行った建築だったんですよ。で、まあ、その頃は本当にデジカメとかもそんな精度良くなかったし、なんかとにかくスケッチしたいなって思ってたから、あの画板とあの B4 の剣塗書と鉛筆を持ってっていうすげえアナログなスタイルでそう見に行って、でもね本当になんかね そんな気構えを持ってたんだけど、それが見に行ったらそんなことする必要ないんだって思うぐらいすごい感動しちゃって、えこんな建築って簡単で分かりやすいのみたいな。なんか本当にあの画像を見てもらってる通り、まあ、行ったことない人はそれこそ今画像でしか分かんないと思うけど、あの丸いね、あの上から見ると本当丸い建築で、なんか美術館ってさ普通さエントランスの構えめっちゃあの限定的だし、こっから入ってくださいみたいなとか、あの仰々しいすごいエントランスがあって、あのこの美術館に入ったらあの美術作品を見ろっていうあの気構えを持って入れよ、うん、みたいな感じがすると思うんだけど、このさっきのそう21世紀美術館は本当にどっから入ってもいいよみたいな、あるいは公園の中に入っていくよぐらいの感覚のなんか美術館なんですよ。そんな敷居低くていいんだみたいな、そんなそう建築とか美術を気軽に感じれるような空間あるんだみたいな、もうすげえ感動しちゃって、マジすげえなみたいなっていうふうに思ったんですよね。あと雪の写真とかすごいですよね。綺麗だよね。うん、白いからね、すごい映える。そう、まあ、でもとにかくサナはこういうなんか普通の人があの綺麗とか、あなんかすごい気持ちいいとか、あなんか入りやすいって何の違和感もなく思っちゃうことが、まあ、素晴らしいなみたいな。そこに対するなんだろう、建築を透明にしちゃったり、建築をの存在感をいかに消すかみたいなことがすごい上手くて、あの、うんうん、すごいそこに対するこだわりが半端なくてすごい好きっすね。かっこいいっすね。うん、ね、そうだよね。なんかそういう感じする。うん、そう。いいですね。だからね、だからサナ解説するとき楽しすぎるんですよね。だからあのみんなこういう風に見てるけど違うんですよみたいな。あのここを見てほしいすごい。いや、すごい。そう、みんなが当たり前とかあの楽しいって感じるって普通じゃんって思うでしょ。いや違う、そこがすごいんですよみたいなことをやっぱそう言いやすいっていうか、そういうプレゼンしやすいんですよね。うん、なるほど。はい、これ多分やばいね、編集時間そうだね、結構撮りましたねう、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろもうさすがに終わりにする、うん、ちょっとなんか罪悪感が出てきたよ。そうだね僕多分これ結構長いんで、これ僕がちょっとパパッと編集してね、あの出したものを、うん、あの視聴者の皆さんに見せたわけですけど、今まで、うんはい、うん、多分ちょっと2時間ではないような気もするので、はいそうですね、はい、ちょっと今日、はい、そろそろクロージングということになるんですけど、はい、今日はありがとうございました。でも本当にいいまたあのね、あのこの一応収録を切った後なのか別日なのか分かりませんけど、ちょっと飲みましょう。はい、うんうん、でも呼んでください。はいはい、ぜひ。今度はあのヤンとヤンヤンっていう。うん。ヤンくん。はい、ヤンくん。すごいことになりそうだな、そうみんな集まったら。
多分僕は何も喋らなくなると思います。激論と激論がもうさ、大変だよね。でもね、多分だ、僕の直感だけど、多分、やってかね、ほぼ確実にヤン君も同じこと考えてるはず。やっぱり、その建築をいかに、うん、なんだろうな、一般の人にも、うん、面白さを共有できたりとか、うん、こういうふうにするにはどうしたらいいかとか、なんか、そういうふうにいろいろなことを考えて、あるいはその設計者とかデザイナーの人と、なんだろうな、なんか仕事をくれるクライアントとか一般の人たちとの隔たりとか、なんかそういうのはすごい多分ね、ヤン君自身も、まあ多分まさに今仕事してるから感じてると思うんだけど、そういうのあると思うから、多分ね、共通の認識は多分変わんないと思う。でも、多分ね、まあその性質とか性格はちょっと違うから、すごい、端々のことは違うかもしれないけど、まあ共通は僕は同じじゃないかなって思ったりします。じゃあちょっと今度は、二人を呼んでやりますか、うん、音声をね、うん、僕たちが差し挟むタイミングがあるかわかんないけど、うん、ちょっと聞きたいのでやりましょう。はい、じゃあそろそろとりあえずお別れの時間ですということで、はい、はい、あれと今日は建築ミリゾーさんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ではまあちょっと多分また来週も、来週もっていうか、もうしばらくはこの形式でいくと思うので、皆さん申し訳ございませんが、生放送ではありませんが、まあ、日曜日の、まあ、19時ぐらいに、放送というかアップロードできればなと思っております。まあ、先週はちょっと遅れましたけど、今週は、はい、このように、定時に上がりました。はい、よろしくお願いします。はいではまた来週ということでさよなら。はい、どうもさよなら。はい、水野さんありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。